はい、えー、では、時間になりましたので、えー、このですねシンポジウムを始めさせていただきます。はいえー、と私ですねあの、ワイス・ワイスの、えー、今、COO ですねあの、させていただいています、えー、佐藤と申します。今日ですね、えー、ゲストにですねあのディスカバー・ジャパン代表取締役社長で、編集長の高橋。 さんですすね、えー、お招き、えー、しております、えー、あの私がですね、えー、ちょっとこうなんて言いましょうかね、えー、なナビゲーターっていうんでしょうかね司会と兼ねてですね、えー、ちょっとご一緒させていただきます。はい、で、えっと、最初にですねちょっとあのこのコロナ禍にですね会場にあのたくさんの方をお待つ お集ままりいたただきましたあとあのオンラインでですね、えー、オンラインの皆さん200名ぐらいですねお申し込みいただいてるんですけども、えー、このお忙しい中ですねお集まりいただきましてあの感謝申し上げます、えー、そしてですねあのこの会場ですね今日あの東京ミドタウンの、えー、デザインハブですね、えー、に今リアル会場皆さんにお越しいただいてるんですけどもこちらですねあの公益財団法人の 日本デザイン振興会ですね、さんにご協力をいただきまして、ここを場所をですね、リアルに開催させていただいております。振興会のですね皆さん、本当にありがとうございます。あとですね、協力で、ずっとですね、ワイスワイスサポートしていただいているのが、国際環境 NGO の FOE ジャパン。 それから一般財団法人の地球人間環境フォーラムですねそして株式会社マルホンですねこれらの皆さんに協力いただいて今日のこの会が開催できています本当に皆さんご協力ありがとうございます、はい、でえっ、ー、と本編ですねこれから1時間ぐらいにですね渡ってあの高橋さんに 日本の魅力再発見そして再編集ということでお話をいただくわけなんですけどもその前にですねこのワイスワイスという会社がどんな会社でですねなんでこのシンポジウムをわざわざ えー、頼まれてないのにやってるのかというですね、えー、お話を、えー、ちょっとですね、えー、まあ,あの余興じゃないんですけどもねあの高橋さんの話の前に、えー、少しさせていただきたいと思いますあのパワーポイントをですねあのちょっと用意しましたので、えー、画面のですね向こうの,あの皆さんもちょっとこれ、えー、見ていただきたいんですけども切り替え はいですねでえっとこのワイズフォーラムなんですけどもこれあの結構前にですね10年も前にですねこれ始めたんですね、えー、でえっとこのですね w i s e w i イ e という会社ですねが、えー、主催をしていますあのちっちゃい会社なんですけども、えー、気持ちは大きくですね、えーまあ、日本の え次世代にですね美しい森と豊かな社会をですねえ届けていこうじゃないかと、まあ、そんな精神で,ですねえ始めたシンポジウムになります。えー あのワイスファイスっ会社はですね、えーと、1996年にですね、私が当時、野村工銭社のです、ね、社員だったんですけども、社内ベンチャー制度っていうのを活用してです、ねえーま、豊かな暮らしっていうのをテーマにして、えーとまあ、あの創業したんですね。 でえっと、今です、ね、何やってるかっていうのがこれなんですけども、あの日本のです、ね、47都道府県の地域に入ってです、ね、地域の人たちとです、ね、地域の素材を使ってです、ね、地域でものづくりをするということで、こうやってオリジナルのです、ね、今日あの前のほうにです、ね、少しだけ持ってきてますけども、こんな感じで,です、ね、オリジナルの家具を持っています。 はい、それからですね、えー、こんな仕事もしてるんですね、えー、これはあのほんの一例なんですけども、も、えー、これはあのパタゴニアっていうですね、えー、アウトドアのあのブランドがありますけども、えっ、ー、とパタゴニアさんの今日本のですねパタゴニアジャパンのお店作りを、えー、手伝わさせていただいています。で、これあのね。ちょっとチラシで書いてあるんですけども、これあの？ えと横浜館内のお店なんですけども館内からですね社員とお客様が通えるえ地域のですね林業地である小田原とですねえ結ばしていただきましてまあ小田原のですねけやの木を使ってえこうやってお店を作るとえいうことをえ担当させていただきましたでえ次がですね えー、あのスターバックスコーヒージャパンさんです、ね、のお店もです、ねえー、今、たくさんあのお手伝いさせていただいてまして、これ、あの持ってきたスライドはです、ねえー、2年前にあのできた、えー、とスターバックスコーヒージャパンのリンクス梅田2回店といいまして、えー、大阪の梅田にできたです、ねえー、店舗になります。でこれもです、ねえー、あのテーマがです、ね、大阪風の 木、えー、を使ってですね大阪府の河、えー、内長野なんですけどもとあの関係性をですねつく作って、えーまあ、社員とですね社員の,あの家族ですね関係者と河、えー、内長野のですね関係を作っていくと。 まあそんなことがテーマでですね、まあ、写真にありますけれども、社員にあのヘルメットをかぶって、ですね、えー、林業地に入ってもらったり、えー、子どもたちをですね、えー、まあ連れて行ったりして、また、河のの内長野のですね皆さんが、この梅田の店舗の方にコーヒー飲みに来ると、えー、大阪に来たらですね寄ってもらうみたいな、ですね、まあ、そんなあのお手伝いをさせていただきました。はい、えー、でですね今あの さっき言いましたけども、えー、今日本全国ですね47都道府県にネットワーク作りまして、えーまあ、林業地とですね、えーまあ、製材所だったりとか。 木工場ですね、こうまあ、そんなのをです、ねえー、つなぎまして、でえっとまあ、弊社、東京ですんで、まあ、東京の企業さんを中心に、ですね、まあ、地域と企業、そして自治体さんと企業さんです、ね、をつながしていただくというです、ね、まあ、ミドルウェアとしての,、えー、の関係づくりですね、えー、息の長い関係づくりというのをです、ね、一生懸命やらせていただいています。 あともう一個ですねやってるのがあの今日ですねお越しいただいて1階下ですねここの東京ミッドタウンの4階にありますワイスワイストゥールスというですねお店を2007年からあのやってましてこれがあの日本のですねやっぱ伝統工芸も今なかなかファストなものに押されてですねまあ経営的に厳しい。 まああのまあ、産地とか工房があの、まあ、日本全国ですね広がってるんですけどもこれですね何、えーまあ、かあの、えー、なんて言いましょうかね、えー、少しはお役に立てないだろうかということで、えー、2007年にですねこの東京ミッドタウンができた時に、えー、お店をですね出店しまして今あの全国のですね産地工房それから作家さんですね、まあ、大体200強のですね 作家さん工房さんとつながりながらですね、まあ、24石器でぐるぐるですね、まあ、商品を紹介させていただきながらですね事業を営んでいます。でこのですねあのワイスワイスなんですけども、まあ、先ほど申しましたけども1996年にですね創業するんですけども結構あのあの当時ですねアジアブームとかライフスタイルブームでですねこう事業がこうどん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 あの発展するんですけども。 えー、皆さん覚えてらっしゃると思うんですけど2005年に姉屋事件があの、ね、なってあの業界の中にですね仕事がこうへすごくこうなんていうんですかね減ってしまったんですねそれでなん,かなんかだん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 おかしくなっててですね、まあ、デフレ基調にですね2006年7年で8年にリーマンショックが来ると、まあ、そういうですねあの状況がありました。 でえー、そのですねで最初あの私も結構こんな感じでねお調子者なんであの会社経営っていうのはもうどんどんうまくいくんだと思っていたんですけどやってもやってもですね売り上げは伸びるんですけどこう利益が出ない状態に陥ってですねものすごい苦しくなっていったんですね。で資金繰りもですねもうほんとままならないみたいなことで。 やっばいなこれやっていうのがこの辺の2008年7年から8年9年10年で11年で、えーまあ、あの東日本大震災が起こるんですけども、まあ、そのですね2008年の時にですね、えー、このグリーンカンパニー宣言っていうのをしまして、まあ、4つの約束っていうことで、えーまあ、あのまあそういうところに舵を切るんですけどもですね でえっとそのの時にあのフェアウッドとししいうのはここに書いてある通りなんですけども、えー、最低限ですね、えー、違法伐採ではない合法なものであるとか、えーま、地域のねえっつながっているあの、ま、コミュニティ材剤だったりとかフェアトレードだったりとかそれから FSC とかですねマイジェックとか、ま、そういった、えーま、認証材ですね、ま、こういった。あの まあ上に書いてある通りなんですけども、まあ、あの伐採地の森林環境や地域社会に配慮した木材とか木製品を作って使っていこうと、えー、いうことを、えー、まあ宣言しましたであの4つの約束っていうのをです、ね、あの宣言したんですねで長期使用ですね今ファストなものばっかになっちゃってるんで、まあ、あのずっとですね100年も200年もです、ね、使えるものをですね作ろうとであと2番目がですね安全な材料とか健康これはあの いわゆるシックハウスですねホルモンアルデヒド等々ですね、まあ、そういった健康によくないですね接着剤だったりとか塗料とかねあのこういうものは使いませんよと。で、えっとまあ、3番目がですね先ほどの森を壊さず豊かな森を育てるというですねまあ,あのそんなことをやりました。はい でえっと、さっきのです、ね、スライドなんですけども、まあ、この時にです、ね、2008年までに、まあ、何を思ったのかということなんですけども、まあ、そのデフレにですね世の中はどん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 なっていってですねうちもあの社員が当時ですね40人ぐらいいたんでもう本当にあの売り上げあの上げないといけないので、まあ、その低価格競争の中でですねもう勝たないといけないので。 まあ、あのい、まあその値段でですね仕事を取るとやっぱ競合先はですねまたその下をくぐるとで今度うちも下をくぐってですね下をくぐられなんてやってるうちにですねもう全然あのやっぱり体力違うんでやっぱこう我々みたいな小さい会社ってやっぱ負けるんでですよねでもう本当にこう負けて会社がもうもうダメになっちゃうんじゃないかと。 えー、でもう本当に不安で不安でしょうがないですし、まあ、自分の人生の中でもうなんかあの笑いが消えてみたいなですね、えーまあ、そんな状況になっていくんですけどもあともう一個気が付いたのがですねあの一番最後に書いている「自然環境からですね搾取をする」ということで、まあ、自分がですね、えー、作っていた、まあ、ソファーだったり家具のですね原材料が皿握手。 ですね、この写真に出ているようなですねボロネオのサルワークから来てるっていうのが分かってですねこれ何かっていうとですね、まあ、熱帯雨林のです、ねまあ、パームプランテーションを作るっていうことで、えー、原生林がですねこうあの どんどん,どんどん切り刻まれて、まあこれらの木のですね、皿枠の一部の種の木のですね、まあや約六割強、七割ぐらいがですね、日本に入ってきて、まあそれはだから中国経由でですね、家具とかいろんな内装材だったり建築材になってですね、まあ日本に入ってきてるっていうことが分かってですね、これ俺俺かと、自分の会社があの存続するためにローコストで作ってっていうのの。 まあそのずっと競争のですねど真ん中で自分が会社をですね維持するためにこんなことが起こっているということが分かってですねまあこれボルネオ島の原生林のですねまあ推移なんですけども1950年にですねほぼほぼジャングルだったのがですねもう今2020年で,ですねもうなんか4分の1ぐらいしか残ってないみたいなですねもうこれは当然。 えー、オランウータンがですねいなくなっちゃうわけですよね。まあ、こんなことにですね、えーまあ、自分が加担していて、まあ、その日本がですね世界有数の違法伐採木材の消費対策であるということが、えー、分かりまして、えー、それでですね、まああのえー、とても恥ずかしいなと、えー、思ってですね、えー、これは何とかしないといけないんじゃないかと。 ということで、えーまあ、幸い、ですね先ほど冒頭に申し上げたあの環境 NGO の FO ジャパンさんがですね、えーまあ、フェアウッドの、まあ、パートナーを探していたので僕、やりたいということで、えー、だったらあの、まあ、家具業界でね、まあ、成功事例をあのつ作りたいんだということをおっしゃっていたのでじゃあ,あの一緒にやりましょうということでですね、まあ、ここに書いてある通りなんですけども違法伐採木材を使わない。 それから仕事を通じて社会に貢献すると、未来に貢献すると、そういったですね仕事をしていこうということで、まあ、先ほどのですねフェアウッド100%というのをです、ね、2012年までに、えー、あの切り替えていったんですね、4年間かかったんですけれども、4年間ですねかけて、フェアウッド100%になりましたと。 で途中で,です、ねまあ、ほぼほぼできたんで2010年にですねこれ東京家具見本市にですね打って出たんですよ。フェアウッドだと国産材だと言ってですね、えー、大きいお金払ってですねこれ展示会出て何で違法あの国産材なのかフェアウッドなのかっていうのをですねこうやってパネルで説明してですね展示会したんですけどほぼほぼ。 お客さんんがいなかったんですよね2010年なんですけどであの当時社員たちがですね「ほら見たことか」と「これ誰もこんなのフェアウトとかね地域財とかあの求めてないんだよ」って始まるわけですよね。で一人社長だったもんですからもう針のむしろみたいなもんでですね、えー、もう本当にやばいと会社やばいと。 でえーまあ、こういうね手が悪な商品だったりとかですね全然あのフェアウトに興味がないみたいな人ばっかりだったんですけども、えー、いやそうじゃないんじゃないのと、うん、もう絶対に自分みたいな人とかそれからあの昔ねあのそのオーガニック食品なんてねスーパーになかったしあの、まあ、オーガニックコットンなんていうものもあのなかった時代がたくさん あのね長くあってえ今あのそういうふうなねどこのスーパー行ったってやっぱオーガニックとか無農薬っていっぱいあるんでえまあそういったですねえ人をあの探そうとえいうことで展示会に出るのをやめたんですよ展示会に出た時の,その200万とか300万とかのお金をえその仲間見つけにですねえ使おうじゃないかと。 ということで、2013年にですね、このワイズフォーラムっていうのを、えー、スタートさせたと。 えーまあ、2013年を乾きですね、まあ、こんな感じで、えー、14年15年16年17年18年と、えー、それから2015年からですねあのフェアウト研究部会というのを始めて、えー、今64回ですねやっていますで、えー、と9月の21日にですね65回目をですね、えー、フェアウト研究部会はやりますと。 これが1回目のシンポジウムなんですけども2013年の3月28日にですね青山学院 大学の講堂をですね700人入るんですけどもまあそこを借りてですね第1回目のシンポジウムを行いましたでその時のですね内山先生のご講演のこれは写真でこれあの全部 YouTube で見れますんでねあの興味のある方はちょっと検索してですね見ていただきたいんですけどもそこからこんな感じでワイズフォーラムというのをですね2015年にはですねなんとあの国連大学の,あのダントホールですね を借りてですねこれはあの400人ぐらい入るあのホールなんですけども、えー、こ,れここをですね、まあ、当時の林野町の長官だったりとか、えー、まあいろんなですね川内真理子さんとかの早見林業の早見社長とかですねいろんな方にあのご講演をいただいてやってきましたということです。 はいで、えー、すみません、長くなってますけれども、それで、まあ、そんな流れの中で、ですね、えー、今日の,あのいよいよですね、すみません、ちょっと前座が長くて申し訳ないんですけれども、<music> ワイズフォーラム m 2 0 2 2ということで、えー、高橋俊宏社長ですね、編集長をお招きして、これからですね、日本の魅力再発見から再編集へと。 いうお話をですねここからばっちりですねえー、っと一時間にわたってですね、えー、させて、えー、していただきます。でえっと一時間ということはですねあとあの四十五分ぐらいあのあるはずですんで、えー、あの皆さんですね会場にお越しの皆さんあと、えー、それからですねあの画面の向こうの皆さんですねチャットでちょっと質問ですねディスカッションとか、えー、していただきたいとあの思っておりますので。 ちょっとメモを取ったりとかですね、ちょっとその話、もちょっと聞きたいみたいなことがあれば、ですねえちょっとちゃちゃ入れていただければというふうに思います。はいえ長く、長らくお待たせいたしました、それじゃあ,あ、ディスカバー・ジャパンの高橋さんですね、ここからあのバトンタッチでよろしくお願いいたします。ははいいいいよろしくし,よろしくお願いしますやなんかあの 佐藤さんの思いの丈を伺って、こんな立派な会に呼んでいただきまして、本当にあ,のありがとうございます、佐藤さんとはもう長いですね、もうこの本を作る前から、もちろんお知り合いでありましたし、創刊してからもう結構いろいろと登場していただいたりとか、いろんな方を紹介していただいて、非常にお世話にあのなっておりまして。 まあ、今日本当にこんな場に呼んでいただきましてあ,のありがとうございます。はいはい、ということであの、まあ、あの私どもで今やっているこのディスカバー・ジャパンという、まあ、あのメディアですね、はい、この話をですね、まあ、あのそもそも何でこういう本を作ったのかとか、はい、あとはそういうどういう今活動しているのかとかですね、まあ、そういうことをちょっと中心にあのお話をしながら あのなんかまあご参加されてる方もえまあいろんな業界の方がいらっしゃると思うんですけどもあのデザイン系の方々だったりとかとまああの自治体の方とかねいろんな方もいらっしゃると思うんですけどもまあそういうところをまあ我々地域に対してえどう元気にしていくかということをまあミッションとしてやってますのでまあそのまあ我々やってるえまさに僕らがこう動きながらやってる。 ことのお話をさせてもらうので、まあ、ちょっとね引き慣なれになっちゃうかもしれないですけどもちょっとお話ができたらなと思います。でよしよしであの佐藤さんからもあの茶々を入れてくれるということなんでちょっと安心してお話できるかなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい えっと、そもそもですね、はいあのー、過去の,あの表紙を並べてるんですけれども、えっと、創刊したのが2008年です。まさに Tools が2007年でしたっけ。その1年後に、はい、この本を、えー、立ち上げました、えー。今から14年前ですね。はい、で、えっと、その時にね、あのーまあ、今回のテーマである日本の魅力再発見というふうに言ってますけれども、あのまあ、当初から あの我々はその日本の魅力を再発見するあのメディアですよという活動をしてました。でよくお話をするのがあの発見じゃなくて再発見いいうふうふに言います、えー、なぜなら別にその新しいものを無理やり見つけなくてもいいし、えー、むしろ、えー、作らなくてもいいなぜなら日本って魅力はもともとあるのでそれを、えー、今の感覚とか今の人たちがあの素敵だなって思えるように再発見を していくメディアにあの気づいてもらうようなメディアにしようというところで始めましたなのでまあ見ていただければ分かりますけど日本人だったら誰でも知ってるお茶とかですねお酒とかねあの武士道とかね禅とかってあると思うんですけどまあね日本人だったらねみんな知ってることですけどもまあ,あの知ってるつもりで全然そのなあの理解してないっていうことは結構実はあるんじゃないかなと思って例えばお茶だったら ね、ペットボトルに玉露入りって書いてますけど普通飲んでますけどじゃあ玉露のことを説明できる人何いますかみたいなね飲み方とかね玉露ってものはいつからできたかみたいな話とかね、はい、実はね江戸時代にできてるとかね元山さんが作ったとかね全然そういうことは実はあの、ね、知ったつもりになってるけど改めて、えー、知ってる理解してるかなっていうことを気づいてもらうようなそういうような形であの始めました。はい じゃあそもそもこのディスカバジャ a p a で何なぜこういう本を作ったかっていう話ですね、はい、あので結構日本の本だからよくね日本のお宅が作ってるだろうっていうふうにね思われたりはするんですけども実はちょっとこっちにも書いてあるんですけども、まあ、創刊のきっかけは北欧デザインの巨匠の奥様に怒られるというですね 結構僕もあの人生のターニングポイントで大体怒られるんですね怒られるところからはい、あのー、ありがたいことに気づきをいただいていろいろとあのやってるんですけどもそもそも、あのーまあ、佐藤さんとねもともとなぜ知り合ったかというと実はデザイン系の本をいろいろとえ作っておりましたデザイン、えー、テーブルウェアとかねあとリアルデザインという月刊誌とかねあともう一つ建築でいうと建築家と一緒に家を作ろうとかねそういうテーマの 本を作ったりとかし,てましてでまあデザインの本を作ってる時にあの実はこの北欧スタイルというですね北欧のデザインとかライフスタイルに特化した本を作ってました今から約18年20年近く前ですかねはいで、えー、まあその日本もそのデザインブームねあの佐藤さんもワイスを立ち上げたあの頃ぐらいからまあねインテリアブームとかデザインブームがあると思うんですけど はい、それに、まあ、我々メディアですからねそういう世の中のトレンドに乗ってやっぱりメディアを作っていくので、まあ、インテリアブームデザインブームの人たら「やれそっちだ」みたいな形であの本を作ってましたでその中でデザインをやってるとそのじゃあデザインの先端の国はどこだと、まあ、もちろん欧米の方がやっぱりデザイン進んでるよねみたいな話になってでただ北欧デザインって結構相性が日本のまあ ライフスタイルとか空間にも結構合うっていうことでまあ当初からデザイン部門がいた時に北欧のデザインが好きな人が結構増えていったと思います今でも,もう、ね、十分ファンの方がもういらっしゃいますけどもでそ,のとそのあれに乗じてですね僕らも本を作ってたんですでその時に、えー、ありがたいことにその、まあ、北欧の,あのデザインの本ですからあのデンマークだったりとか スウェーデン、あとフィンランドとかもね、よくノルウェーも行きましたけども、まあ、かなり行かしてもらってて、でその中でね、デンマークで、えーまあ、ハンス・ジェイ・ウェグナーさんですね、ウェグナーさんです。あ,、まああのデザイン系の方もいらっしゃると思うので、よくお分かりになられると思いますけども、あのまあ、いわゆる名作。加護を数々残した、巨匠の、巨匠中の巨匠の方ですよね。でその方のですね、ありがたいことに、ウェグナーさんのご自邸にですね、取材に。 えー、行くんですけどもでその時にね、えー、とその当時はねウェグナーさんはちょっともう病,病院にも入られてて、はい、たんですけど奥様がご存命であの97歳ですごくお元気でねで奥さんがねあの我々こう珍しい日本人が来てですねなんか撮影とかしてると奥さんが「あなた何しに来たの?」って言われたんですよ。 何しに来たの?」って言われて「こんなファーイースねそんな遠いところ何しに来たの?」って言われたら「いやいやあのデザインの本を作ってましてでさらに日本では今歩行のデザインがすごく、えー、流行っててですね」みたいななので取材をさせてあの「来ました」って言ったら「何を言ってるの?」と「あんたの国の方がねよっぽどいいものあるじゃないの」って言われてね「えっ、ー?」とか言ってでそしたらこれ時点なんですけども。 ちょっとまだポインターが出ないですね。真ん中にあのミノがついてるのをちょっとカーソルでいじれます、はい。これですね、これミノです。あのミングのミノですね、カッパのね。ミノがすてきにこう飾ってくれてたりとか、あとはこっちの奥にぼんぼりの照明が見えますね、これね。これ、ミノワシです。ミノワシのちょうちんです。こ、は、ういうものが普通に使ってたりとか。 で次を見くと、ですねこれちょっと書斎でちょっと上のほうを見ていただくと分かりにくいんですけどこのウェグナーさんの書斎の中に本が入っている大型の本がビジュアルブックが入っているんですけど「えー、カツラリキュ宮、ね」民家とか「ね民家」とか「形、はい」とかもううすすごごいいいいいてていただいてありがとうございます <laughs> あの当時ね1950年代ですかね美術出版が出している大型の出版のあの本がボンボン入っているわけですよ。 であのそこでまあ僕も肌とそれで気づくんですねで、えー、このまあウェグナーさんもそうですけど、まあ、ヤコブさんもちょっと前でかあその後かもしれないですけどあの、まあ、第二次世界大戦の後日本も復興が大変だったんですけどもこの北欧の諸国もやっぱりそのデンマークにしても、えー、フィンランドにしても復興がやっぱりすごく大変だったんですね。 でそんな時にこうウェグナーさんっていう、まあ、生活の,その、えー、デザインをやられてる方々とかって、まあ、日本と同じく、まあ、お金もなくて物資もないそういう大変な時に、えー、彼らは庶民に対して素晴らしいデザインを作らなきゃいけないとでその時にあの彼らが実は参考にしたのは日本だったということに気づくんですね。なぜなら日本って、えー、例えば、えー、家ですね茶室とかでも木と土と紙と。 別に全然贅沢なのは作ってないのにあんな静筆な空間を作るとかあとこれ普通にあの日本人の方があのいわゆる民芸に近いですけどこう道具ですよねこう竹細工の道具とかあと上はこれちょっと輪ろうそく切るハサミの話ですけどまあこういう普通に誰が作ったっていう名もないものをでもすごく美しいものを普通に動物を日本人作ってるっていうまさにこれね用の美ですよね。 あの民芸でもありましたよの美そのでそういうことに彼らはヒントを得たんですよねウェグナーさんにしても何でした国策で、ね、そうですあのデンマークはあの大量のそういうね人たちを日本に送り込んで,込んでそうなんですねいろんなものをあの,あの持ち帰って、ね、そうですそ国でだからミュージアムとかに日本の百三十年前とかのものがたくさん展示されてるていうそ,う、はい、そうなんですおっしゃる通りなんですで。 なので、まあ、そこの時にね僕らもそういうメディアとして「北欧スタイル」っていう本を作っててやれ、えー、フィンユールの椅子がですね吉田悠宗屋の建築にこう合うとかねワクデンさんとかも入ってたりしますけど日本にはやっぱり北欧の家具が合うんだよみたいなことを嬉しがってやってたら自分がなんてバカなことやってんだろうなとそりゃそうだよじゃあ北欧のデザインの今素晴らしいっていうもののルーツってじゃあ実は日本にあったっていうことに気づくわけです。 これはちょっとねばかなことやってるなと思いまして、はい、でそれであの、まあ、本当にデンマークから帰る飛行機の中で,です、ね、これは、ね、よその国のデザインを褒めて褒める本を作ってる場合じゃないとこれはちょっとやっぱ自分の国の素晴らしいものをちゃんと日本人がやっぱこれ分からないといけないんじゃないかっていうことを思ってですねで、まあ、ちょっとこういう本を作ろうっていうことを着想を、えー、思いを抱きながらデンマークから帰ってきたっていうのが実はきっかけなんですよね。はい で先ほど佐藤さんもおっしゃられましたけどでもこれは本当にあのそうで、えー、とデンマークの方で今が4年前ですかねデンマーク王立博物館で「ラーニング・フロム・ジャパン」っていう、ねえー、展覧会をやるわけですよね。まあ、おっしゃったようにその大量にこう日本の、えー、例えば浮世絵だったりとかそれをモチーフにしたロイヤル・コペイハンゲーの絵皿がちゃんとあるとかですね まさに本当に彼らは日本のデザインを模写するというか、まあ、コピーするというか、まあ、そういうところからね本当デザインを作り上げていったっていうことを国としてちゃんと展覧会として見せたっていうところもありましてねこれはもう本当の話なんですけどもまあそういったことをちょっとね思いながらですねこういう本を作ろうということになりました。はい、でということで、まあ、ディスカバジャパンのコンセプトとしてはですね先ほど再発見って言いましたけれどもあのまあ コンセプトとしてやっぱりその伝統工芸はモダンっていうふうにありますけれどもまあ当然その日本はものづくりは本当に長けている国であり多種多様のものづくりがあってまあそれを伝統工芸っていいますけれども例えば地場産業というものでもありますけれどもそういったものは実は今でも使えますよとか今の暮らしにあると生活豊かになりますよっていうことでまあそういった伝統工芸のものをこう素敵にこう見せてえ紹介するとかっていうことを最初からやってたりとか。 あともう一つは食文化ですね、まあ、日本おいしいものいっぱいありますよね、えー、まあ全国各地にえ食材もありますし食文化もありますしえ日本の料理人はねえ海外でも活躍して通し職人とかね向こうのアメリカ西海岸行けば年収ね何千万みたいな <laughs> いう話があるわけですけどもまあそういう素晴らしさってことを気づきましょうよっていうことを言ってたりとかあとは え当然素晴らしいものづくりがあっておいしいものがあってでそれをじゃあ作ってる人がいてでその人が暮らしているえ地域ですよねはいフードまあだからここのところはもう本当にえっとフードというふうに言ってますけれどもえっと日本の魅力はじゃあどこにあるかというとまあ当然東京京都有名ですけれどもそこだけにあるんじゃなくて47都道府県えさらに1,700 以上の市町村に分かれるわけけですけどもまあ昔のエリアに言うともっともっと細分化して日本にはいろんな文化がありますのでそれを作っているまあ文化ですね地方地域ですねそれをまあもう創刊当初から地域こそ素晴らしいものがあるということをあのうあの言いながらですねやってきたわけですでまあそこのところは僕自身もあの岡山っていうところのね地方の出身だったんではいでただ僕も住んでる時は岡山に住んでる時は えー、早く出たいと岡山みたいな田舎早く出たいぞというような思いで、まあ、東京に出てくるわけですけども、まあ、やっぱり住んでたらじゃなかなかわからないですよね出て初めて僕も東京とか、えーまあ、暮らしてみてねあなんか岡山の瀬戸内海の景色がねあそのあの普通じゃなかったんだなとかねお、えー、味しいお魚があるとかねその空気が美味しいとか水が美味しいとか、まあ、そういうことでは気づくわけですよね。 まあ自だから自身にもそういう実体験を通してですね、まあ、岡山って素晴らしいところ今瀬戸内国際芸術もれがってますけど僕らあそこでこの子に移り住したんですけどもああいう景色っていうものをもっとね東京の人見たらいいふうに思うんじゃないかなと思ったりとかあとはまあ海外ですね海外の立場こういうことを晴らしいものを素晴らしく伝えるとみんな気づいてくれるんじゃないかなっていうところで、まあ、もう創刊当初から地域の良さ っていうものを、えー、しっかりこう上発信してきたっていうところですね。はい。そうなんですよ。相関きっかけはワイスワイスさんでとか言ってるんですけど。<laughs> あの機器を使っていただいて<笑><笑>あい。あい <laughs> いやこれね本当なんです。実はえっ、ー、と2008年創刊で本を作るんですけど、えっ、ー、とまさにそのトゥールズができた2007年ですね。特にこうミッドタウンができたとき。であのー、その時にです、ね、まあ日本のコンセプトあったじゃないですか。そうです,です。建物がね。 でワイスワーさんとかに行くとですね、まあ、それこそ今でも覚えてるんですけど九谷の,の、ね、熊本の内輪が置いてあったりとかするわけですよ。あれとかこんなね素敵なイン、ね、セレクトショップであ日本の,その地方のものが置かれてるみたいなっていうことにやっぱりちょっとピンときてであとはその建物自体もそのミッドタウンが日本のコンセプトでみたいな話になった時にそうなんです、まあ、僕らもメディアなんで。 あんまり早くやってもあんまあの時代がついてこれない場合もあるんで僕らって結構やっぱり半歩先とか一歩先までちょっと早すぎるかなというのもあるんですけど半歩先ぐらいを見据えながらこうメディアを作っていくっていうようなあ,のあれがあるんですけども、まあ、そういう時にまさにミッドタウンができた時に、まあ、先ほどの,その北欧から帰ってきて、まあ、日本の本作りたいなと思ったんですけどいくら独りよがりでやってもしょうがないのでなんか時代の流れ的にこう「おこれは」みたいな。 ちょっと日本に興味が湧いてきたんじゃないかっていうような、はい、機運をですねあのミッドタウンあとワイスファイさんを行ってですねいます察知しましてです、ね、<laughs> これはちょっとこういう、ね、日本っていうものをちょっと、ね、カルチャーに特化したメディアを作ってもいけるんじゃないかっていうような勇気をいたただきました、はい、<laughs> あのオ,オープニングにね <laughs> あのトゥルスっていう、ね、お店のオープンに高橋さんが来てくれて。ですね、うん あの声をかけていただいてねあの鮮明に覚えてますよ、はいはい、ですごい褒められてあこのお店はもう絶対事業成功するよっていうね <laughs> <laughs> まあだからそ,その裏っ側にはねあのそういう話があったっていうそうです,うですぜひね頑張っていただきたいなっていうような思いもありましてね、はいまあ、そういうところで実はねあの作ったっていうところもあります。はい、というところでですね 今、まあ、そういったその地域のことをいろいろやらせてもらっているというところで言いますとこのまあ14年間でですね、まあ、その地方のいろんなところのまあ取材のまあ都道府県市町村とかの数延べで言うとまあ1000以上はもう出社させていただいてますしあとこの下に地方のプロモーション支援事業ってありますけども、まあ、つまりその地域のタイアップして予算をいただいてプロモーションするということを延べ600以上まあやらせてもらっているというような形ですね。はいで あとは、えー、例えばじゃあよく聞かれるのがじゃあどういうところの取材を選ん,あの選んで視点で選んでこうやってるんですかってよく聞かれるんですけどあの大きくこの3つですねあの僕たちはやっぱりそのまず1つ目にこっちありますように、まあ、やっぱりその地域ならではの地域資源をちゃんと活用してで唯一無二のものの魅力を持ってるかっていうところが1つ。で2つ目としては、えー これをですねその魅力をちゃんとデザインとかクリエイティブみたいなものをちゃんと活用して、まあ、つまり現代的にアップデート、うん、されてるかっていうようなところそこをちょっと重視してますとであと3つ目としてもこれ一番大事なんですけどその地域に魅力的な人がいるかっていうところですね魅力的な人がいらっしゃると活躍してるとおのずとその地域が盛り上がっておりますので、まあ、そういうところをこういった視点でね取材をさせてもらってますはい。はい とというところでちょっとこの後あとお話あの大きく3つに分けてお話ししたいと思うんですけどもまあ1つがちょっとその地域の,その先端事例みたいなところとえ2つ目がその地域のまあちょっと今回もね Y さんの話なのでものづくりみたいなねところで我々ちょっとお伝えしているところとえ3つ目としましてあとはまあこれをまあ世界にどうあの届けるかということもちょっと我々もやってますのでその話なんかをできたらなと思っております。はい でまずは、えー、その地域の魅力再発見っていうとこから、まあ、再編集っていうと、まあ、先端事例としてて話をさせてもらいます。でその、まあ、地域をねあの、まあえー、魅力を発見して、えー、再編集してってその何のためにやるかっていうとその地域が先ほど言ってみたその唯一無二のやっぱり存在にやっぱなるべきだと思ってまして、まあ、それってつまりやっぱ地域の,そのブランドだと思うんですよね地域ブランドみたいな。 でやっぱりその地域っていうのはちゃんとそういうものがちゃんとこうブランドになっていくっていうところをやっぱり目指すべきなのじゃないかなというふうに例えば後藤さんいらっしゃいますよども「十勝」ってもブランドになってますよね「十勝」っていうと何かおいしそうとかなんかこう「十勝」って言うだけでこう雄大な <laughs> 景色が見えて何とかいいだろうみたいなねそういうことなんですけども。 まあそういう地域がそのイメージできるそのブランドになるかっていうところが非常に重要だと思ってましてでじゃあその地域をそのブランドをどう作っていくかっていうところそこのところをあの我々メディアとしてお手伝いすることが多いのでえそういう作り方みたいなことをよくお話をさせてもらいます。 でじゃあその作り方って何だろうっていうところなんですけどもうこの3つだと思ってますもう最初から結論なんですけどやっぱりその地域ならではの、えー、1つはその魅力っていうものをちゃんと発掘するで発掘したものを2番目でちゃんと磨き上げて唯一無二にでそして3番目の情報発信これ重要なんですけれどもいくらいいことやってても人に知られないといけないのでそこの情報発信っていうものをしっかりしていくというところですね。 これをよくお話をさせててもらってますでその中でちょっと我々ちょっと関わりながらやっているその地域のちょっとお話をさせていただきますと佐賀にあの嬉野ってところなんですね嬉野市っていうところです、はい、嬉野市っていうとまあ多分ご存知の名前聞いたことがある方はありますよねちょっと、はい、そうですよね会場、まあ、皆さんほとんど知ってますよね日本人だったらねはいそういう場所なんですけど まあ、特に皆さん知知っい温泉で多分ご存だと思います、まあ、日本三大美肌の湯とかねいう,ようなお話ありますけれどもでまあそれ、まあ、有名なだけあってねその嬉野温泉も実はあの結構大型のやっぱり旅館があったり団体旅行の受け入れるみたいなそういう旅館が結構多いのでで,で、まあ、あの今そういう団体旅行とかあんまなくなったりとか個人旅行が増えたりとか。 っていう中で、まあ、結構その旅館が廃業していくところが結構増えているとかあともう一つちょっとそういうあ、えー、と後でお茶の話をしますけどもそういう農地がやっぱり高齢化して耕作放棄地が増えているとかですね、まあ、そんな問題をやっぱり抱えている場所ではあります。で、えー、その中でその嬉れしのって、まあ、実は嬉れしの茶っていうのがありましてね で嬉野茶自体が、えっと、日本にお茶を伝わった、まあ、ほぼルーツと近いようなあの歴史を持っていますで。あともう一つがです、ねえー、日本で初めて輸出されたお茶が嬉野茶なんです、実は、はい、ほとんど知られていないですけども地元の人も知らなかったことです。でそれをです、ね、今、そんな嬉野がです、ね、こういう、えー、お茶畑をです、ね、こんな風にしてるんですよね。はい、ちょっとあの え真ん中の方に傘が立ってますけれども、こう茶畑の中になんか、えー、と舞台みたいなのがねできてるなって見えると思うんですけど、さっきの舞台が反対側から見るとこんな感じになってます。えー、要はですね、ここでお茶が飲めるんですよね。はい、天茶台とか行って、まあ、まあ、天空の茶室みたいな感じですね。屋外に。 はい、でこれは、えー、とこのお茶畑を、えー、持ってる茶農家の方がここでお茶を入れて飲ましてくれるということなんですね。でこんな場所がですねいくつかありましてこれ森の茶室って森の中にこう茶室があったりとかあと吉田茶室ってありましてこれ吉田焼っていう生き物産地なんですけどそこの,あの茶小屋をリノベーションして茶室になったりとか。 これまた茶畑のの一番標高の高いとこころですねもまたこういうです、ねえー、空中の茶室みたいな見晴らしのいいところにこう舞台を作ってお茶を飲めるというような、はい、場所を作ってるんですよね。はい、でそれらをです、ね、いろんなところに作ってる茶室をです、ね、今あのお茶を飲みながらもちろん歩いて回ることもできるしあと自転車を借りて自転車で回るとか。 あと、まあ、地元のタクシー会社を契約して車で回るみたいなそういうです、ね、ことをやってですね、まあ、つまり T ツーリズムですね嬉野 T ツーリズムという茶畑を、まあ、観光も、ね、今いろいろと形がありますけれどもあのこういうお茶,を畑をお茶畑を巡るみたいなこういうことを観光にあの今嬉野はしていっています。はい でちなみに、えっと、我々が、まあ、そういうところでその、まあ、あの T ツーリズムって日本でどこにもやってないから T ツーリズムって名前つけた方がいいんじゃないっていう話で我々がその地元の方とお話をしてうれしいの T ツーリズムっていうことを、えー、提出させてもらって今ネーミングを、はい、つけております。はい、でこれをですねやっているのが、えー、旅館の,あの若旦那のお二人なんですよね。はい さっきのまあ旅館が結構いろいろ経営が大変だっていうところでまあ温泉だけじゃなくてちゃんとお客さんをこう呼び込むためのコンテンツをこう作らなきゃいけないっていうところでこの2人がですねまあお茶っていうものにちょっと着目してでそれを茶農家の方と連携してですねこれを巡ることが目的となるような観光を作って嬉しいに来てもらおうということを仕掛けてるんです。 でこの T2 リズムっていうものを、まあ、やる前にう、まあ、嬉しの茶どきという名前を作って、まあ、お茶自体をこう素敵にこう飲むような会を、ね、年に何回かやってたんですこういった形でちょっとこうすて、えー、なグラスに入れてあの水出し氷出しのお茶をこう飲めたりとかですねでちょっと白い服着てる方がいらっしゃすこれ全部茶農家の方なんですよね茶農家の方、はい、でそういった方がこういうお茶を飲む っていうことを。やってくれてましてで、まあっちの向かって左側の2人並んでいますけこの2人が仕掛け人です。この2人が旅館のえ、綿谷別荘っていうところがあります。そこの小原さんっていう方とえ、大村屋っていうところの北川さんっていう方が今やっているというような方なんですね。はい。で。えー と、まあ、いうところで,です、ね、さっきの、まあ、じゃあ発掘っていうことがまず一番目にあってってありましたけどつまり発掘ってつまり再発見なんですよね。でその嬉野の例に出すと、えー、まさにさっきのお茶っていうものもありましたけれど嬉野自体のその、まあえー、嬉野温泉っていう、まあ、1,300年の歴史がある、まあ、温泉と。 あと嬉野茶って六百600年の歴史とあともう一つ肥田吉田焼っていう焼き物のこの3つで三つをこう再発見してですねでこれをまあ観光コンテンツにしていこうというふうにしたんですねこれ一番下の,この3番目に吉田焼ってありますけどあ,のあまりね吉田焼って知られてないんですけどあのでも結構皆さん知ってるはずで一番下なんですけ水玉のこう急須があるんですけどこれ昔あの小学校とか あと公民館とかね急須というのみってあ,ったでありましたよねあ,あれなんですよねあの産地なんです実はでんで知られてないかというと有田焼のすぐ隣にあるんでどっちかというとその有田焼のまあ大家もずっと田焼で作ってたんですだからその吉田焼っていう名前よりも有田焼っていう名前で売ってたから吉田焼ってあんまりあの広がってなくてでそれだからもう400年ちゃんと歴史があるんですけど そのリブランディングを今、彼らも今、今やろうとしています。はい、このお茶の T ーツーリズムっていうものを使ってですね、はい、やろうとしてるんですけども、なんで、この3つをね、う、え、れ、ー、しの場合は、えー、発掘して、再発見して、これを磨き上げるぜっていうふうにやってるんですよね。はい、結構、あ懐かしいっていう、はい、そうですよね、懐かしいですよね。若い人、今、知らないんですよ。 若い人たちと話しても吉田さん「よしあの水玉の」って言っても全然通じなくてねあれなんですけど反応していただいてありがとうございますはいであの重要なのはその地域ってあの行くと大体あのうち何もないんですよっていうところがやっぱりあったりとかするんですけど絶対あるんですよねで最近はでもね逆にねいやもううちいっぱいありすぎてもうどれをやろうか困っちゃうんですよねっていうところがあるんですようん これすごくいいことなんですけど、やっぱり決めないとダメですよね。どうたくさんあるのはわかるんですけど、じゃあ、そのたくさんある中でも、じゃあ、その全国的に見て、世界的に見て、その地域にしかないものなんだろうっていうことを、まず探さなきゃいけなくて、それ一つでいいんですね。一ついいんですけど、ウルシはたまたまこの三つ見つけたんです。で、しかも、この三つがあるところって、全国的にないんですよね。 温泉ととお茶と焼き物がが全部産地揃っってている場所って実はないんです。だらこの3つを勝負することによって唯一無二に実はなってるんですけどもでそのことを、まあ、さっきの,その、えー、と3つの中から、えー、2つ目の,その磨き上げっていう話でここがまさに再編集だと思っててで嬉野の事例を話をするとその再編集っていうなのがえっ、ー、とこっちですねはい。 まあ、まさにさっきの、ね、デザインとかそういう話じゃないですけど嬉れしの茶っていう、まあ、左の,その普通のまあお茶屋さんにあるパッケージですよねそれをやっぱり、ね、あの右側にちょっとこうシンプルなモダンなパッケージのデザインするとか、はいまあ、こういったことをねちょっとこうやってることが、えー、再編集だと思いますし、はいまあ、あとは飲み方の話ですよねそのもちろんその急性飲んでももちろんいいんですけど やっぱりその右側のやっぱりそういういちょっと氷出しだったりとかそういうえ濃厚な味わいだったりとかそういう出し的なその味わいをこう楽しむために香り蒸しを楽しむために実はワイングラスみたいなもので楽しんでこうやるとえ美味しく飲めるとかね、まあ、見た目ももちろんおしゃれだと思うんですけども。 まあね、こういうのは女性喜びそうじゃないですか、まあ、そういうことを彼はいやってたりとかで当然ちょっと吉崎の産地もありますのでオリジナルの茶器をねあの実はこ作ってね飲んでたりとかですねまさにこういうことが、まあ、現代的なアップデートということですよね。はい、でもう一つはです、ね、さっき茶農家の人たちっていいますがこれ全員茶農家なんですよ茶農家。<laughs> でもなんか茶農家の人たちに全部白いコックスーツ着せてるんですよね。 うん、でそういうこの格好でさっきの茶畑のところででこの格好でこうお茶を入れてくれるんですでしかも所作もちゃんと勉強しててね所作もこうシャーッとこう入れてくれるんですよ。うん、これがねあの作業着とかでね出てきたりしたらねちょっと幻滅すると思うんですけどちょっとこういう仕立てを衣装を着てですね所作もちょっと勉強してこうやるとですね非常にこう洗練された感じに見えるわけですね。 だからまあそういうことをまあプロデュースしているのはさっきの旅館のお二人というかはい小原さんという方なんですけどまあさながら、あ,あれですねに今、二 i z i ってねあの流行りましたけどだから嬉しのの j y パークはは小原さんだという話をよくするんですけどもまあこういうようなことを室内らを変えることによってぐっとこう上質な感じになるわけですね。っていう話です。その 嬉しのティーツーリズムということをまあどんどん今進化させてましてでそので今それを転茶台であのお茶を茶畑で飲むっていうのがまあえ2時間で1万5千かでやってたりとかあともう一つこの茶泊ってえありましてこれはもうえっとさっきの茶農家の白いコックスーツを着た茶農家の方がえ綿屋さんの,あのお部屋にチェックインするとですね チェックインからもうバトラーのようにこうベタッとついてくれて最初のお月のお茶から飲ましてくれてでその後え今度はまた T ツリズム連れて行ってくれてで帰ってきて夕食で夕食はえそのお料理とお茶をちゃんと合わせたペアリングをちゃんと出してくれてでお食事をディナー終わった後は今度バーに行ってバーで今度えお茶のカクテルをとかえ茶ビールとか茶ハイボールとかねそういうのを飲ましてくれたりとかね。 もう至れり尽くせりのお茶をこうフルコースで泊2日で楽しめるみたいなことを一泊一人15万で売り出したりとかねしてるんですね、はいうん、ちょっとさっきのね佐藤さんのお話もありましたけどやっぱりそのものづくりがやっぱりそのね価格競争みたい、ね、にし低くしなきゃいけないみたいな話になるじゃないですか。うんうん、まあそういううい意味じゃねこう、はい あのー、本当なんか安いものに価値があるみたいなねでどれだけ安いのかとかっていうのにちょっとねこうなんか注目が当たりがちなんですけど、はい、やっぱりんか自分もよく思うのはやっぱりいかにも高いとは言わないんですけどやっぱ価値を認めていただくのかっていうところでやっぱ知恵を使っていくということと、うん、あとはやっぱりあのまあ 海外とかを見るとやっぱワインなんかいい例ですけどやっぱり1本30万とかね100万なんていうホテルとかもねあの同じですよね。1泊15万なんて別になんか安いみたいな感覚すらあるっていうのが。 やっぱちょっと日本だとね、十五万っていうとなんかぎょっとするんですけど、ねはい、まあその世界のね、やっぱセレブリティとかからすると別にプライベートジェットで来て一泊十五万で泊まるなんていうのはね、うん、あの逆にそういうのがななさすぎるっていうことも、ねはい、あの言われていたりとかっていうのはあるんですよね。はい、そうですよね。はい。なんですで、やっぱ地域のね住んでるとやっぱそのやっぱり。 安くしなきゃいけないってどうしても思い込んじゃって安いのがもうサービスだとか普段食べてるものそんな安くあの高く売っちゃっていいのみたいなことになりがちなんですけど、まあ、実はそうじゃなくて、えー、だからまあこういう値段をちょっとまあ彼らつけてるんですけどその話はちょっとまたしたいと思うんですけど、まあ、みたいなことをやったりとかですね、まあ、彼らはその地域の価値をちゃんとこう磨き上げて、えー、価値を高くしてるんですよね。はい、はい で,す、ねはい、でそんなですね嬉しいのですが、はい、T ツーリズムを進化させながら、えー、実はですねちょっともう一つ面白いことをやってまして、えー、さっきの、えー、小原さんがやってる綿谷別荘っていう、えー、大きい旅館が敷地が2万坪ありますで部屋数も12030室ぐらいあるんですけど。 まあそれのところをですねまあもう団体があんまり来ないっていうことまあ彼はまあコロナもあったんですけどそれより前からちゃんとあの客単価上げなきゃいけないっていうところで部屋を潰して割と広くして高単価のものを取れるようなものを作り始めたりしてるんですけどそれと並行して今度はですね自分の,その広大な敷地とあの面積を持つ旅館をですねあの不動産と見立ててですね今あのオフィスを作ってるんですよ。 サテライトオフィスでこれ何かっていうと東京の企業のサテライトオフィスを嬉野にこう誘致してるんですよね。特にまあベンチャーだったりとか、まあ、そういうところの企業さんをですねサテライトオフィス、まあ、場所はどこにあっても企業として成り立つような業種の方々の方を募集してですねで今ここに、まあ、いわゆる嬉野温泉もありますから温泉があってお味しいお茶があってもう温泉入り放題のオフィスだみたいな感じでですね今。 ここういういいとを今ねやってるんですね、はいまあ、そういうオフィスをね今、彼らは作っておりましてまあそういういわゆるそのまあ東京の,その企業とか特にベンチャーだったりとかそういうところからサテライトオフィスをこう作ってですねまあ自分たちの,その旅館の,その空間、お部屋をオフィスに見立ててでそれをえあのオフィスにしてですねはい今、売り出しているんです。今5社ぐらい今入ってますね はいでまあ、ちょっと温泉入り放題みたいなっていうところがちょっとキャッチーだったんで結構やっぱヤフーニュースだったりニュースで上がったりとかいろいろしてるんですけども、まあ、そういったことをですねあの、まあ、小原さんっていう人が渡辺別荘さんの小原さんっていう人がまあ先導しながら民間としてどんどん地域を先ほどのまあ再編集してやってるんですけども。 まあそんな中でまあこういうオフィスもやってまあ要するに企業誘致ですよね地域にちゃんと企業を持ってくるみたいなことをまあ彼ら自身がやってることに対してじゃあ行政はどうやってるかっていうとえこれちょっとまあ地域が盛り上がっていく時ってやっぱ民間だけじゃなくて行政とまああのうまくタッグを組んでるっていうのがあのうまくいく秘訣だとは思うんですけども。 民間の,その渡辺別荘さんがまあ T ツーリズムとかあとはそのサテライットオフィスみたいなことを作るってことに対して下の,その上市の市役所ですね市役所の方はじゃあこういったことをやっているっていうかいわゆる広報とかプロモーションとかそういったことを行政がちゃんと予算をつけてプロモーションしたりとかあとはさっきの えーサテライトオフィスの話になりますとこれはやっぱりえ市としてもやっぱりその企業誘致になりますからそれに対してえ特にまああのコロナもあって今ワーケーションだったりとかリモートワークとかいろいろあるのでじゃあその市でそういう人たちがワーカーの人たちがちゃんと来れるように来て滞在して。 えー、例えば長期滞在でも仕事ができるそういう場所を整えようっていうところで w i f i をいろんな公園だったりとかあとはそのレーションの公衆浴場みたいなところに w i f i を整備してですねそういうような働ける場所を作ったりとかあとは当然あの、えー、サテライトオフィスに対して来るあの企業に対して3年間、えー、例えば何分の1は補助するみたいなことをすることによってで行政が後押ししてるんですよね。 はい、だからまあちょっとこういった形がまあ非常にうシしの今こういうふうに民間が引っ張っていっているんですけどもまあこういうことこう、えー、行政がサポートに入っているというようなこんな今取り組みでね、えー、やってます。はいで,えー、で3番目の,そのじゃこういうことをやってるうれしのっていうことを情報発信っていうところでその情報発信もやっぱり本物のストーリーをやっぱりしっかりと伝えていくっていうところが重要だと思うんですけども。 まあそういういのを、まあ、すみませんちょっと手前味噌ながら、まあ、我々がさっきの T ツーリズムみたいなコンセプトだったりネーミングを作ってあとはそれを情報発信を、えー、我々のメディアとか結構させていただいてしっかりその、えー、やっているお茶の歴史だったりとか今なぜこういうことをやっているかっていう背景の話とかストーリーの話をしっかり丁寧に伝えることによって、えー、届けてます。はいでえー、でそのの情報発信とところでいうと、あのーまあ 僕らも、えー、メディアですから、まあ、これが本職なんでね、あのー、あれなんですけどあのよくお話をするのが、えー、と情報発信ってあのよく勘違いされやすいのがその情報発信しすればいいだろうって、まあ、したことで満足しちゃうことがよく往々にしてあるんですよね。まあ、特にこうポスターを作って「作りました」「貼り出しました」「以上」とかね、うん、あとはまあね、まあ、ひょっとしたら例えば山の線のその。 ラッピングをして走らせました以上みたいなねなんかそういう情報発信したらあの終わりみたいな感じに思っちゃうんですけど情報発信する時ってつまり誰に伝えるかっていうところが非常に重要でどういう人にこの情報を受け取ってほしいのかっていうところなんですよねそこまでやっぱりその考えてあの情報発信をやっぱり、えー、するべきだと思ってましてまあつまり ファッションすることによって、まあ、どんな方に、まあ、そのエリアを知ってほしいとかあと来てほしいとかねいうところまでやっぱりイメージをしなきゃいけないですよねここがずつまりねじゃあその来てほしい人ってどういう例えばところで働いてるかとかね趣味趣向を持ってるかとか、まあ、ひょっとしたら服装を見たことあるかもしれないですね。 そういう人たちをちゃんとそこまでイメージしてそういう人たちに向けてどういう情報発信をするかっていう、はい、ことをねやっぱりちゃんとイメージをしなきゃいけないっていうことを僕らは常々あの話をさせてもらってますでその中でじゃあどういう人かっていうとちゃんとやっぱりさっき言ったみたいな本物の,そのストーリーとか背景にちゃんと興味関心を持つ人つまり価値の分かる方に来てほしいと思いませんかという。はい まあね、あのいわゆるさっき団体旅行の話もありましたけどなんか団体旅行で物見さんでただ来て、まあね、お酒飲んで <laughs> 買っていくみたいなっていうのがつ、まあ、かつての団体旅行の話だったと思うんですけどなんかそれってやっぱりその観光がまあ本当消費されてたっていうことだと思うんですけど、まあ、今,今後はやっぱりその消費じゃなくて観光っていうものはちゃんとその地域を本質をちゃんと知ることにちょっと喜びを持つ人。 うん、っていうことが行く人もそうだしでそれを知ってもらった地元の人もそ自分たちのそういうことに気づいて自分たちの価値をしっかり発信できるっていうふうにやっぱなるべきだと思ってましてでそういう人たちって実は少数かもしれないけれどちゃんと高い価値をもたらしてくれる方々だなというふうに思っておりましてそういうことをちゃんとその地域に対して情報発信はそこまで考えてやっていきましょうっていうような話をさせてもらってます。はい でえーまあ、さこれ、これあんま見せちゃいけないやつなんですけどあのさっきの小原さんからのこれメッセンジャーの、ねあのえー、なんですけどああのパシャッと取られてるんですけど <laughs> あのこれ、何かというとあのさっきの茶泊の1泊15万のプラン作ったけれど作ったのが実際にこう最初お客さん入りましたという喜びのときの,あのメールなんですよメッセージなんですよ。 入りました15万がみたいなで、あのー、1人15万で,で、まあ、つまり大体いい2人で来るんで1組入りましたって話なんです、まあ、つまり30万、えー、注文が入ったということなんですよねでまあこれって、まあ、嬉野から言いますとさっきの,その、えー、と500年とか600年の歴史の中で茶畑って茶を摘んで、えー、それを行ってそれお茶葉茶葉だけでお金をもらうような場所だったわけですよ。 それをお茶葉じゃなくてここに来てもらってお茶を飲んでもらうことに対して30万お金が入ったとっいうことってこれはもう600年の中でめちゃくちゃエポックな出来事ですよっていう話で,でさらにえとこれがですねまあこの茶博の一組入りましたとこれが月に二組入るとこれはね新卒の人を雇える一人雇えると、う。ん だからさっきのね工作放棄地があるわけですけどもそこで新規収納の若者とかを雇えるわけですよね。だからこれがたった2組入るだけで新しい雇用を埋めることが見えましたというような喜びになるんです。なのでこれがま,あまさにねさっきの,その情報発信の話ですけどえ消費じゃなくてそのさっきのね高い安いの話がありましたけれども15万っていうものに対してちゃんとそういう価値が わかるる人はやっぱいるわけでそれに対して15万払う人いるんですよねだそういう方々をちゃんと伝えるちゃんと届けばこういうことが起こ,る起こりうるわけですで。それが起こると地域もねなんか東京行ってねお茶をバーッといろんなプロモーションして何百万かけてねえ宣伝するよりもこっちちゃんと届けばちゃんとそういうお客さんが数は少なくても入ってでさらにえ新規雇用も生まれるみたいな。 っていうことが、これはまさにさっきのあの少ない人に届けることかもしれないけど価値が分かってくれる人はいる、そういったちを取り込むことができれば地域が経済的にも盛り上がっていくっいう。そうですね。はい。それでだからあの回るようになったら、はい、それは理想ですよね。そうですね。うん、はい、うん。だからそこまでにやっぱその本当に価値を見 あの見つけてくれっていうか共感してくれてその価値を分かってる人の数でやっぱその事業がね回っていくっていうところまである意味ちょっとも持ちこたえないといけないっていうかそうですねだからそれはねこう自転し,てしだしちゃえばねこっちのもんなんですけどやっぱそこまで。 やっぱなかなか一歩目も踏み出せないしそこまで行くのにやっぱり1年とか2年とかひょっとしたら3年、5年、ね、かかるのかもしれないし、うん、やっぱそれはやっぱ経営者の勇気というかそうですね決めとまさに、まあ、あれですねあの 我慢とと言いいまますすかねそここで目指すぞっていうことだと思うんですね,うですねだからそういう意味じゃやっぱりいい,、うん、いいものっていうか自分が目指すものをやってる先輩っていうかね、うん、地域だったりそれは海外かもしれないですけどやっぱそういったところをやっぱり自分が体験して。 ね、やっぱりあのいいものはやっぱきちっとお金だ、うん、出さないと、うん、こういうことっていうのはなかなか体験できないとかね得られないっていうところのそ,やっぱそこを知るっていうことですよね,すよねきっとね。そうなんです、はいまあ、なので、まあ、そういった意味で言うと、まあ、ちょっと梅島は今こう,こういうところまで今、まあ、本当に5年6年かけながら今ここまで来てるっていうようなところでちょっとお話をさせていただきました。はい でえー、時間が回るですね、えー、今度はちょっとものづくりのお話をちょっといたしますね。はい、でこれはですね高山市はですねあの結構今から7年ぐらい前から高山市さんとはあのお付き合いさせてもらってまして。 えー、高山市の中で、えー、経済観光アドバイザリーみたいなそういうボードメンバーがありまして、まあ、市長直轄で、まあ、高山っていうものをブランドにどうしていくかみたいなっていうような会議なんですね高山って、ね、知名度あるからもうブランドあるじゃないですかって僕は思うんですけどあでももっともっとちゃんとあの本質を磨き上げていかなきゃっていう高い志をもとにいろいろと市の方は動かれてるんですけどもあのその中で、えー <laughs> まあ、あの会議に出させてもらったりとか今週も実は日月と高山行ってきたんですけれどもでその後はメイドバイ飛騨高山っていう、まあ、日本あの高山のお土産物ですね地元で作られたお土産物とかがちゃんと高山さんのもので作ってるかみたいなことをちゃんと認証制度を設けてあのあのやりましょうっていうようなあの制度を設けて、まあ、それの座長委員でやらせてもらったりとか。 あとはそういうものづくりこのあと話すものづくり実践塾ってやらせてもらったりとかあとはまあえまあこういう一冊の本を作ってねまあまあ高山のブランドをちゃんと高めるようなえことをちょっとお手伝いをさせてもらったりとかはいえしております。でその中でえと一つ例として話をえしたのはそのものづくり実践塾っていうものですね。これあのまあ実は実年ぐらいちょっとかけて あの高山自身もそのまあ木工とか日田産業さんだったりまあ家具とかね木も,もちろんご存じあれですと思いますけどそういった人たちをあのえと市としてはもうちょっとこうちゃんと盛り上げていきたいと盛り上げるイコールーか作ってるものをもうげまさに現代的に。 なんか売れるものだったりとかそういうものにちょっとやっていきたいんでっていうところで、えー、あれでしたんですよね。でちょうど僕らもその時に本を作った時にあの一つのキャッチコピーをつけて「山の都匠の国」っていうんですよねの国がちょっとポイントでですねあの匠って人平野匠ってあの名前ありますよね左陣五郎だったりとかでそううのここ高山ってやっぱり人をねちゃんとこうブランド化するじゃないですけど。 特に飛騨の匠っていう言葉が奈良時代から平城京を作ったのは奈良のえと高山の匠がいてですね作ってたわけでそんな歴史の中で要するに木工も,ももちろんそうですしあとは飛騨牛みたいなものもあるしまあひょっとしたらねあの高山ラーメンみたいなのあると思うんですけどあとまあそういういろんなさものジャンルでものづくりにこだわる匠がいる国だよっていうことを。 あのつけましょう。ということでで人をテーマにした。その地域のキャッチコピーってあんまり実はないんですよね。だから、まあそういった意味では匠の国だみたいな話で、じゃあ、そのまさにそのものづくり。実践塾はその地域でいらっしゃる。若手の人たちとかいろんな業界の人たちがいるんで、その人たちをえ匠をさらにまあ磨き上げるというかね。そういうことをやりたいんです。っていうところで、あのお手伝いをちょっとさせていただきました。はいで何かって言うと。 あで,ね、そうで,でちょっとこれもあの自身の、ね、過去の話なんですけどものづくりをじゃあ実践塾でものづくりしましょうって話をした時にもの物って、えー、皆さんあの職人とか作り手だから形はすぐできると思うんですよねあのでちょっとこっちであの自身の体験から言ってるんですけど。 あの先ほどの言った通りあの僕りデザイン系の本を作っていましたとでその今から20年か二十年ぐらい前とかって、えー、確かにその日本のいろんなその地場産業をかける、まあ、当時のやっぱり有名デザイナーさんのを組んでですねものづくりとか結構新しい新商品を作ったりとかしてたんですねでまあ,あの僕自身もそ,こう,そういう、ね、あの取り組みってすごくいいなっていうふうに思ってまして。 そのの地域の例えば有田焼かける○○丸さんとかね美濃焼かける○○丸さんみたいな有名デザイナーの方がやってたんですけどでそれを僕の雑誌によく紹介したんですよねこれは素晴らしい取り組みだってなんですけど実は結構取り上げた後をあんまりその市場で見ることがなくてですね、えーあのー、展示会場でよくそ<う>見た、ね、そうなんですそうなんですそうなんです そこで止まってるケースが非常に多くてそれは何でかっていうと販路までをデザインしないんですよね。いうケースをちょっと見てですねだから結構僕的にもそういうまあなんだろうえいいものはつできるかもしれないけれどもちゃんとやっぱり販路って伝えるところまでいかないとあまりいい取り組みにならないなあっていうことをまあ思っってたんですよねやぱ売るっていうのはす,す,すごい難しいことで,そうですね。 すぐに出したからね、うん、あのそれが市場が火がついてねばんばんばんば売れていくっていうのはもう本当にまれで、うん、やっぱ売れるようになるまでっていうのは、うん、やっぱすごいまたそこかかかからら先がそそそううでですすすよよねね長長いいい時間りまなんですだからそこのところをねちょっと、えー、非常にそういう体験もあったのであのそういう相談来た時に、まあ、じゃあどう作るかなっていうことをちょっと思ったりしてました。で あともう一つはですねあの、まあ、こういう、まあ、雑誌を中心にするメディアを作るって、まあ、つまり編集って、まあ、今日も再編集っていうテーマをさせてもらってますけどなんかその編集っていう作業がですね、まあ、いろんなものを要素を集めたりとかで、まあ、それを掛け算したり足し算したりあのよくは一番のは引き算がやっぱ多いんですけどそういうことをですね えーまあ、実際にちょっとその課題っていうものを、えー、まあ立体的にその編集するっていうことで課題解決ができないかなっていうことはすごく思っておりましてでまあちょっと、まあ、今回もそういう、えー、高山市からそういうもの実践塾っていうものをやりたいって時にで、えー、まあ立体的にじゃあどう編集しようかなっていうふうに考えたのが、まあ、さっきのその反論の話も。 えー、あってですね、えーまあ、あとはその、まあ、雑誌を作るそのネットワークの中からあの、まあ、バイヤーさんですねカリスマバイヤー山田裕さんっていう、まあ、<laughs> いろんなところで活躍している彼ですけど、まあ、いわゆる本当に一番その、えー、売り場に近いといいますか。 で売り場に近くて売れるものとかそういうものをちゃんと価値を高く磨き上げているっていうような実績がありましたから、まあ、彼にお願いすればものが作るだけじゃなくてあの、まあ、バイヤーですからちゃんと売り,だ売り先を知ってるわけですよねだからものがちゃんとあの売れるところまで届けてくれるだろうっていうところで、まあ、ちょっと彼を、まあ、アサインしてですねで3年間、えー、このものづくり実践塾っていうものを、えー、やっていきました。あの1年目はは、まあ、まずはねあの あれなんです、「ものづくり実践塾をやりますよ」っていうのを1年目に掲げてでそれに興味がある人っていうのを集まってもらって30事業者ぐらいの方々があの来てくれました。 でそれはもう木工だけじゃなくて、えー、野菜の生産者だったりとかあと酪農の方とかいろんな業種の方が来てくれたんですけども、まあ、まあその中であの、えー、結果的に、えー、1年目はみんながそういうやる気のある人たちが集まってもらってで2年目はその中からさらにちょっと、えー、じゃあものづくりを磨き上げていくけどどうしようかっていう話を、えー、2年目に、えー、話をしてで3年目にえー まあ本当はね、えー、そう作ったものをお披露目しようみたいな本当はそう海外持って行こうって話をしたんですけどちょっとコロナになっちゃったんで,であのさっきのうちの手話のパルコでお披露目みたいなことをやったんですけれども、はいでまあ、その1年目の時はそのいわゆるその同業者の方がいろんな方々が集まってくれるんですけどあの実は同じ地域に住んでてもあの隣の人が何やってるかやっぱわからないケースが結構多くてですね はいでまあ、その最初はもう1年目はもう自己紹介みんな何やってるかっていうことをお話をしてもらってでそれぞれあの自分でやってることっていうことをまあ話しながらですね、まあ、コミュニケーションを1年目は作っていったっていうところなんですけどで、まあ、あのこれなんかじゃあどういうもんできたかっていうと、まあ、こういう高山でサルボボみたいなものがありますんで、まあ、そういうサルボをテーマにした僕は積み木の、えー、積みボボってみたいなものを作,った作る人が現れたりとか。 あとは、まあ、あの渋草焼きっていう陶器ですけどこれは、まあ、まさにベアブリックじゃないですけど現代的なフィギュアみたいな形でこう焼き物を作る人がいたりとか、はいまあ、あとはそういううどんしゃくしとしゃくしですねしゃくしをこれはまあ非常に歴史のあるものなんですけど、まあ、そういうものを現代的にもうちょっと洗練させたものを作ったりとかあとは丸焦げてトレーテーブルっていう、まあ、ちょっとシェーカー的なその家具なんですけどもそういったものを中心にものづくりを したりとかです、ね、あとちょっと変わったところで言うと春菌塗りのスケートボードを作る仏壇屋さんが現れたりとかですね。はい,いうようなことをあのお手伝いを、えー、させていただいて、まあ、こういうカッティングボードとかね、はいまあ、これもその間伐材を使って、えー、樹脂はもうほんとさまざまで捨てられるような木をズバッと、えー、カッティングボードにしてではいそうですね。はい みたいなことをちょっとやったりとかですねはいしましたとでまあそれをまあ,あうちの渋谷のパルコのお店でこうお披露目してでそれをまあこうテストマーケティング的にこうやったりとかですねはいで実際に、えー、さっきのカッティングボードとかも渋谷で結構、あのー、売れたりとかですねはいしましたねえー、まあみたいなことをですね でなでまだまだあの全然えあのあのまだこのプロジェクトはまあ経過中といいますかあのこの週末も行ってきましたけどまだまだもっと売れるようにしていこうっていうことを今まさにやっているようなそういうところですねはいでまあ実際それがあの今月ですねあのロンドンにあるジャパンハウスって外務省のところに まあ山田優さんがそのキュレーションに入っているっていうところがありましてえこの今ロンドンでこの9月末からお披露目になるというようなところでございます。はいえー、じゃあ最後ですねでちょっと3つ目としてじゃあえ日本の価値を世界に届けるみたいなっていう話をちょっと最後にしたいと思うんですけどはいで実はちょっと我々あのパリにディスコアジャパンっていうお店をも実は持ってましてでまああの 日本人のパートナーの方がいてその方のお店をですねこう一緒にこうパートナーとなってもらいながら、えーまあ、日本のいいもの地場産業伝統工芸いいものをそれにこうパリで、えー、人たちに、えー、触れてもらうみたいなそういう場所を実は作ってます。はい、なんでパリに作ったかっていいますとあの、まあ、やっぱり、えー、世界で一番の文化都市でありますので。 あのまあ、そういうところでね、まあ、実際にちょっと売れるかどうかっていうのは置いといてですね、まあ、そういうパリっていう場所で日本の,そのものづくりっていうものを、えー、まあ醸成すると、まあ、フ,ァンファン作りの醸成するというかそういう志で、はい、やりました。であとはちょっと行ってみてやっぱり相性がいいなと思ったのはそのパリの人,た、まあの人たちって割とこう日本文化にすごくこう善だったりとか。 そういう,、まあそう,いうえー、日本の,その庭園文化だったりとか無形のものとかそういうリスペクトがむちゃくちゃやっぱりあるなっていうことをちょっと感じたのと、えー、あとは、えー、そういう、まあ、日本文化に対するリスペクトですね。はい であと日本ファンの人たちも話をするとむちゃくちゃいろんなことをよくしてたりとか深い方が多いのでこれはちょっとそういう人たちに向けて何かやれたらなっていうのとあともう一つ、えー、僕らがの話をすると日本人もパリ大好きじゃないですか。パリに憧れていたりとか,だかここで あのお店で例えば燕、えー、三条の包丁が、あのーまあ、もうすでにね向こうのシェフとかの人たちにはもう人気ですけどそういうものが売れものすごく売れましたって話になると日本人があれパリで売れたんだったらもっと自分たちのこと気づかなきゃみたいな価値観の逆輸入みたいな結構僕らもメディアとしてそういうことよくやるんですけどもそういうあの煽りみたいなことをするんですけどまあまあそういった意味でそういう場所にちょっとできたらなっていうところでこういう場所をねはい。 作ってて、まあ、こんな感じで,で結構いろんなあこの場所、えー、さっきの白、えー、のパルコじゃないですけども、えー、いろんなその地域の例えば美濃焼の方だったり燕三女の方々だとか、まあ、プロモーションに使ってもらったりとか、まあ、特にメゾインオブジェが2月にあるので、まあ、それに対してメゾインオブジェは展示会でも売れないですけどその時にうちのお店でテストマーケティングで実際にこう売ってみて反応見てもらうみたいなねそういう場所をっ作ってもらったりとか。はい まあ変わったところでいうと大宮盆栽もやって大人気なんですけどまあヨーロッパ今盆栽すごくねブームというか好きな方が多いのでそういうところでまあこういうことをやらせてもらったりとかしてましたね。直近というかまあコロナで今ほとんどできてないですけどコロナ前にまあ2018年ですねえこれ富山県ですね富山県でそのえちょうどあの日仏修行160周年の時ですねそのジャポニズム。 フランスがりましたけれどもそれをあの富山の,その職人の方々あ方この2人ですねおりん職人と川原さんという和紙職人この2人をちょっとお連れしてですねこのイベントを、えー、やりました。で特にうちのお店だけじゃなくてあの大使公邸とかもちょっと借りてですねでそこでまあ向こうのセレブリティの方とかメディアとか呼んでワークショップだったりとかいろいろやって、えー、ですけども。 で、まあ、実はその、ふの、あの、歩行の話じゃないですけど、パリもやっぱりジャポニズムっていう、そう、日本ブームが。え、万博の時に起こるわけですけれども、浮世絵だったりとか。で、実はその、えー、仕掛け人があの、林忠正さんっていう、実は富山の高岡の出身の人なんですよ。その人がジャポニズムを作ったんですよ。だから160年後、だから富山県が、その、あの、ジャポニズムで国もいろいろ。 パリででやったんですけどコケラ落としというか、いの一番に富山やったんですけど、それはなぜなら林忠正さんが160年やったから、パリ160年後に凱旋みたいな、そういうちょっとストーリー作って、はい、でそれでこうやってもらったんですけども、はい、まあ、みたいな、こんな、はい、ワークショップやってやりましたというところですね。はい でちょっと面白かったのがさっきのこの鈴神っていうですおりん職人さんが鈴神っていうですねこういう人なんですけどあの鈴神ってあの鈴の,あのいわゆるあの曲がる曲がる食器というかね器を作ってて鈴って柔らかいんででそれをこうおりんっておりんって分かりますかねあの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 お寺にあってこっき大きいこう ででしょう,金です,ねはいそうですねボーンって鳴らすあれですけどあれもやっぱりそう音色を出すためにはやっぱそう短勤をこうどんどんやらなきゃいけなくてでそれで調音していくんですけどその技術を使って鈴髪っていうですねその鈴の髪をあの短勤してでそれをこうまあ素敵なテーブルウェアになることをあの島谷さんっていう人がこうやってるんですけどもまあそういうなのをねえパリに持っていってこの鈴髪を売るために えー、やるんですけどもさっきの,そのパリの人たちってやっぱり日本のことファンもそうなんですけど、まあ、パリの人たちってやっぱりその製品がどうよりその製品にある背景の話のことの方がすごく興味があってだからワークショップの時も別に鈴鹿を売りに行くんですけどおりんですよ、ね、でおって、えー、要するに仏教と一緒のあるものなんで。 このワークショップの時は仏教伝来の6世紀のと,ところからこの職人さんが話をしていってでそれでそのまあ音色の話とかね「こうおつかん」って3つの開音があってねみたいないう話なんかをまあしていくとですね非常にパリの人たちはあの関心持ってっ聞いてくれてはいで,で都合ちょっと別の授業でもその彼と一緒に2回ぐらいパリに一緒に行ってまたワークショップするんですけど。 したらね、結構この人のファンがついてねなんか追っかけのなんか、ね、女性のどこだっけな、えー、とパリのパーク・ハイアットのコンシェルジュみたいなこの左側のお姉さん、綺麗なお姉さんがね「3回目です」みたいな来たりとかねするんですよね。そうでちょっとこれはまああのすごく実感したことなんですけど。 でまあ、この時もね一日目は日,日普通、えー、と文化会館ってありましてあの日本の外部署がやってるそこでやった時はもう,そのこうおりんの音色を聞いてねこう涙するこうおばあさんが現れたりとか感動してで2日目はね虎屋さんでやったんですよパリの虎屋さんの店ででそこでやるとあの今度はね、えー、鈴鹿を売りに行ったのにそのおりんのやっぱり音色に感動してちっちゃいおりんが あのそれをね800ユーロまあ10万円ぐらいですよね置いといたら鈴鹿じゃなくてそのおりん買ってほしいっておりん買って行ったりとかねこのパリの歴史に中おりんが売れたことってあるのかみたいなことが起きたりとかで3日目がまあうちの,その金のお店でやったんですけど今度はなんかこう子供連れたお父さんが来てねでお父さんこう3日間全部来ましたみたいなもう感動しちゃって。 でこれはもうそ3日目が休日だったんでうちの息子を連れてきたと息子にどうしても聞かせたくてみたいないう話をきてでさらにそこからその彼の島谷さんの高岡の工房に行けるのかみたいな話になってもう是非行きたいっていう話になるわけですよねだからこれってださっきの T ツーリズムじゃないけれども、まあ、いわゆるこれもクラフトツーリズムですよねだからなんかそういうことねある程度その何か心に響くとか感動することができればそこからこう日本に来てもらうみたいな。 観光じゃなくて物からこう興味をもらって日本に来てもらうみたいなね、そんなこともねやっぱり起こりうるんだなっていうことをやっぱりね実感してきたところです。だからまあまあそういうま観光とか一口で言ってもいろんなあのやり方があると思いますし、地域の売り方としてもいろんなやり方が僕はあると思うので、まちょっとそんな例としてあの話をさせてもらいました。なのでえま海外に関してはね今あのコロナがなこう,こういう状態ですから。 あれですけどまたそういったところで、まあ、我々としても世界に向けてこの日本の魅力っていうものを発信していこうと思いますし、まあ、それに対してまあインバウンドのお手伝いとかそういうこともやっていくつもりですというところですね。はいですね、えー。すいませんまあもうまとめですけどもあの、まあ、何回も言っています発掘磨き上げ情報発信っていうこの3つが。 大事だと思っててまし発掘はちゃんと地域の本物とか本質をしっかり探すっていうところとそれをちゃんと唯一無二の存在へ磨き上げてで情報発信のさっきのストーリーですねストーリーをちゃんと作って、えー、ちゃんとその本質に分かる人に伝えるというようなところですね。 あの大切にやってますでこれがつまり僕たちがまあメディアってねまあ普通に紹介して終わりって話ですけど僕たちは紹介したことによって紹介したエリアにちゃんと人が訪れてほしいとかで紹介したところのものづくりしている人たちのものがちゃんと売れるっていうところまであのつなげたいなっていう、まあ、つまりその地域にちゃんと経済をちゃんと循環させていくっていうことをちゃんと見据えながらえ活動してます。 はい、まだまだ道はまだ道途中でまあこれぐらいなところなんですけどもだからまあ,ある意味ね佐藤さんも志に持ってさっきのフェアトレードのね話だったりとかありますけど、まあ、そういったところと、まあ、あとはそういう地域のやっぱそさっきの高い安いって価値の話があったと思うんですけども地域ならではのものってもっともっと価値を高められると思うので要するにそういったことをちゃんとしっかりやっていくっていうお手伝いをですねこれからもやっていきたいなというふうにはい。 もて活動していますというところで、一旦ちょっとこ僕のお話をここで。はい。いはい。ありがとうございました。はい。はい。はいます。あの、これも、お、思いだけでやってる。はい。<laughs> いや、っていうかね、僕は、あの、今回ですね、あの、高橋さんをお呼びしたのはですね、理由がありまして。やっぱり、あの、責任感。 こう一回コミットしたらやっぱそこの地域とずーっとやっていくっていうですね、うん、それであの、まあ、そこがあのただただなんかこうパッと火がついていっぱい人が来てよかったねじゃなくて、うん、やっぱずっとあの地域が良くなっていくっていうねやっぱそこにこうずっと伴走されていてですねあのおまけにかっこあの寄せばいいのにあのお店まで出しちゃってですね。<laughs> そう <laughs> 渋谷とパリにお店出しちゃったっていうのも若干ねあの大丈夫かなっていうのはう、ね、あの僕はやっぱずっとこうミッドタウンで、ね、お店をこれで15年とか、ね、あの皆さんに、ね、帰りにちょっと寄ってってもらいたいんですけどやっぱお店って毎日が勝負で、うん、年に一度決算が来ますんでね残酷にもですね。 あのやっぱプラスマイナスもうプランに持っていかないとですね3年連続マイナスだったらもう銀行がもう大変なことになっちゃうんであのでそういうね現実がある中でですねあの本当にこの人勝負する人だなと思ってですねそのあの渋谷のお店もパリのお店もですねずっとやっぱりこうやって忍耐強くねあのえあのやられていてですねこの,あのディスカバー・ジャパンも今2二5五 以上ああそうですね<う>本紙はあ、えっと、本紙と別冊とか合わせて200冊以上は出されていてですねじっと粘り強くですね、はい、やっぱり一貫してあのやられているというところにですね、うん、私はあのすごくリスペクト。 あのしてまして、いいあのこのタイミングでですね。あのお出ましいただいたとえいうことでございます。うん、はいで、あの残りがですね。時間あの30分になりましたんで、ちょっとえっ、ー、とチャットですね。あのね、オンラインで参加していただいている方、チャットでちょっと質問とかあればですね。あの、ちょっといただきたいので、事務局の方でですね。もし質問があればちょっとあの紹介していただきたいんですけども。あとあの？ 今日ね会場に50人ぐらいの方に今あのお越しいただいているわけなんですけどもなんかあのせっかくあのこうやってね高橋さんあのいらしていただいてますんでえあの遠慮なくですねちょっと聞いてみたいみたいなあのことがあればですね挙手をいただきたいと思いますはい、はい、ええー、1つ質問があります素晴らしいお話の数々ありがとうございます発掘 ものり、情報発信、発掘の段階でいろいろなコンテンツ案がありすぎる場合には引き算をしなければならないというお話でしたが引き算は難しそうですね地域の方が熱心な場合にはなおさらという感想ですかね <laughs> に近い形い引き算難しいですね難しいですよ、はい、引き算が一番難しいです足すのはいくらでも足していけるんで どう引くかっていうことですね。うん、ですね。はい、ね。あの一つの地域だっていろんなあの、こう伝統産業もあるし。うん、あの、やっぱ信念を持ってやってる人もたくさんいますからね。はい。はいだから、まあ、その引き算は、えー、非常に重要なんですけども。何をもってその基準でやるかっていうと、さっきのその唯一無二にするために。 えー、その地域としてこれをやりたいみたいな例えば食で何だらかんたらをやりたいって話になった時にでもそれって他の地域もやってるよねみたいなことだったりとかあそういうことも結構往々にしてやっぱりあるのでだからそこのところをまあどういう唯一無二にするかっていうことで、えー、その地域の独自性っていうものをしっかり磨き上げるっていうことを、あのー、まあそれがまあつまりり ってあのコンセプト作りになると思うんですけどそういうことをやらせてもらってるっていうところですよねはいなのでだからまあ,あの例えばあの隣のねあの大きい国とかありますけどもやっぱそこでできることをやっててもやっぱり負けちゃうわけですよねそれはやっぱり全然素材の単価が違えば人件費も違うんで、うん、やっぱそことあの競争はしないと。うん うん、やっぱりオンリーワンのやっぱり日本の、ね、やっぱり地域が育んできた長い長い何百年とか何千年のやっぱり、えー、ね風土とか歴史とか、ねうんえー、文化をまとっているものっていうのは、うん、やっぱりそこにしかないものですからね,ねだからそれを磨くことでやっぱりあの唯一無二のやっぱり価値になりそれで勝負がかけられるっていうことですよね。うんうん、そうですね、うん、はい、うん うん、言ってるのは簡単ですけどねそう大変ですけど大変ですよ、ね、はい <laughs>、はい、あとありますか地域が活性化するには、まあ、雇用が生まれて循環していくことが大切だよねということで雇用が生まれていくってことに対して何かございますでしょうか、うん、雇用はやっぱり生まれなきゃいけないですねはい。で まああのまあ今、地域はやっぱ人口減少という話がありますけどまあつまり、移住・定住というものとかをまあどの地域もえやりたいというふうになると思うんですけどまあ基本、やっぱりその人がえ例えば移住とかねあのしていてもやっぱ仕事がないとね移住してきてよというふうに言えないと思うのでまあつまり、だから雇用ですよね。 雇用っていうものがちゃんとないとそういう、まあ、移住っていうものもできないしで、まあ、そういう雇用っていうものがあれば、まあ、あの地域に、えーまあ、新しい、ね、経済が生まれるわけですから、まあ、お金が落ちていくっていうところだと思うんですよ。 点,点で、まあ、移住定住と、まあ、あと、えー、企業誘致みたいな結構やっぱり縦割りとかなってる場合が結構あるんで、まあ、そこのところを、えー、やっぱりつなげるとかあともう一つはそういう、えー、観光ってあのいわゆる物見産というかその、まあ、楽しむだけだけの観光じゃなくてまず観光っていうものは実はその地域に行く一つの入り口だと思うので観光っていうものを、まあ、一つの地域に来てもらってそれを味わってもらう。でそれ良ければ えー、例えば1、えー、泊で行った人たちが2泊になるとかあとはもうちょっとこう、えー、長く今の,そのワーケーションみたいなことリモートもできるわけですから例えばそういうお試しでちゃんとこう、えー、滞在できるような場所を設けることによって長期滞在してもらってその地域をなんかより深く知ってもらって重点値につなげるとか,なんか、まあ、そ,うそういうことですよねそういうことをやっぱりこう見据えながらこう作っていくというか。はい まあ、それが引いて、あ、その雇用だったりとか、はい、うん、移住手順つながるじゃないかなというふうに思いますけどね。うん、はい。あとね、あの、自分、あの、林業地とかね、あの、はい、その伝統工芸の里。入って、すごく思うのが、うん、あの、結構意外と、あの、地域にいろんな宝があるし。うん、あの、いわゆる、あの、まあ、第一次産業中心としたやっぱ素材がね、まあや、山には木が生えているし。 ね、あのいろんな山菜も取れるし川流れていれば、ね、やっぱ魚もいればですね、まあ、いろんなこうあの恵みがあるんですけど案外あのなんかそこの地域の外から素材を買ってきてそうです、ね、お金がなんか出てっちゃうっていうんですかね,すね地域からね。 うん、だからなんかあの地域内でお金を循環させるっていうことに案外あ,のあんまり意識がないっていうか自分はあのかいい材料をあのどこどこから海のそ外からねあの買ってきてそれを加工してえ高く売るっていうまた売るのもあの外に出して売るっていう。結局お金があのずっと なんか出てっちゃうみたいな結局ねなんかそういう地域がすごく多くてなんかもっと買い物は地域でしたらね地域内でお金がぐるぐる回ってくるのでやっぱそういうことなんかもうなんかすごくこう意識してねなんかやられるともっともっと地域が豊かなんじゃないのかなとかっていうのはよく思いますねいろんな地域行って。ああるるでですもねねそこら 逆にその地域のその名産みたいなものがあってそれを地元の人が食べてないとかね結構あるんですねそれなぜかって全部その魚とかだったらあの全部築地に行っちゃうみたいな築地が今だったら豊洲ですけど行っちゃうみたいな逆にだから地元の人たちはそのまあ食べれないみたいなね、うん、だからそれをこう知らないから PR もできないしみたいなことが結構逆にそういうことがあったりとかもねしますよね。うんうん、はい、うんはい あとはあの会場でなんかあの聞いてみたいっていう人、うん、応援メッセージもあの含めてはい。 はい、あの本日はどうも、あの貴重なあのお話、ありがとうございました、あのディスカバー・ジャパンというところだと、それからあとあ、高橋社長というあのまあ個人かもしれないんですけれども、今、長らくあの関わってらっしゃった嬉野と高山のお話いただきましたけれども、他にもこう長らくお付き合いされているところがどのぐらいあるのかと、はい、あとはそのきっかけ、まさにディスカバーですね、うん、あのするきっかけってどういったところからあるのかといった、その2点、教えていただければと思います。は,はい そうですね嬉し、えーまあの度高いのはわりとこう長くやっているところなんですけど、まあ、その他にも結構、やっぱり日本全国いろいろとあります、あのーまあそれこそ今だったらまさに、ね、ちょっと九,九州とかね九州とか、はいあのー、ちょうど今新幹線も、ねえー、9月23日にあの長崎まで通りますけれどもそれに合わせて今それこそ今西九州っていう、まあ、名前を。 九州の,その佐賀とか長崎行ってあの西まあ今西九州エリアっていうふうに呼んでてですね新幹線通るので西九州っていう名前で,ですね地域をこう盛り上げていこうっていうところで今その地域のアワードみたいなのを実は作ってですねはいあの盛り上げようとしてたりとかはいあとはそうですね結構複数いろんなところに行かせていただいてはいまあもちろん京都とかもありますし。 えーまあ、さっきの、まあ、いろんなエリアで、えー、それ富山の高岡とかね、はい、そこら辺だったりとかあと後藤さんいらっしゃるカチの方も何回も足を運ばせてもらってますしだからまあちょっとそこのところは何か見るくところもありますしあとはまあその、まあ、本当にその仕事というかプロジェクトとして、えー、ちゃんとこう関わる場所割と濃淡はありますね濃淡あります。 はい、でプロジェクトになる時はやっぱりまあ今回みたいなその新幹線が開業するとかその地域のやっぱりそうイベントだったりとか地域の,そのタイミングに合わせて、ね、行かせてもらうことが結構、はい、多いですね。はい そういう意味でいうと、先ほどあの半歩先という話ですけど、まさにあの新幹線が開通します、うん、えその地域、盛り上がってますみたいな、ちょっとその半歩先のきっかけをまあうまくあうで、ん、す<む>と、そうですね、醸成するといいますか、醸成、はいはい、して、えーまあ、その後、まああとはね、結構、その、 まあイベントごとなものって結構そのや,る前やる前は結構盛り上がるんですけど実はその終わった後の方が重要でイベント終わった後をもうどうつなげていくかっていうところが重要なんですよねだからまあその時にそのやっぱりその醸成する時に盛り上げる時にちゃんと本質をちゃんと伝えておく本質を伝えておくことが重要で本質をちゃんとするとちゃんとリピその価値を分かりたらリピートしてくれる。 といいうふうにつながってだからまあねなんかキャンペーン的にこうねんでしょう、えー、例えばこう知名度のある方をこう、まあ、起用してそれで打ち上げ花火みたいなのを終わるっていうことは僕らはあんまりやらなくて、はい、ちゃんとこう本質をこうつなげていくっていうことを心がけてやってます。 す多分その辺りのところがその最後一番の,あの肝は人だというふうにおっしゃっていたのでその辺りなのかなと思いますそうですね、はいはい、おっしゃるとおりですはい、はいはい、ありがとうございますはいはいはい、えー、じゃあ次の,あの、はいえーはい、先輩お願いします、えっと、あの田島と申しますけども、はい 現実に今あの例えば料理っていうかレストラン界じゃね、はい、あの山形のアルケッチャーノとかね、うんはい、結局今までは都会にいいものを持ってきて、はいはい、そこでおいしいものを作るっていうのは主体だったのがそれが地方でかなりいい店ができてきてると、うん、で,でもう一つは例えばさっきの燕三条の話でもね、うん、あそこの工場一部、まあ、かもしれないですけども、はいはい、非常にいいものを作っていて。うん それを逆にあのドイツとかね何、はい、ですかあのブランド、まあ、ヘンケルだとかね、はい、いろいろありますよね、はいえー、あれが買い込んでね自分のドイツのものだよっていう形で売ってるとかね、うんはい、あと山形だったらさくらんぼ東にあたりで漬物道場っていうのがあってね、うんうん、そこで地元の漬物を、うん、あの体験としてやってるとだからかなり地方でもいい話があると思いますね。はい さっきの嬉野の30万の口もね非常に面白いと思いますけどもあれを例えばふるさと納税と絡めてねやれば結構話題を呼ぶでしょうしクラウドファンディングでもいいしね具体的にやっていけばいくらでも盛り上がると思うんだけどもあの非常にいいところはついてると思うんですけどもねやっぱりおっしゃるように継続してね実際に盛り上がるようなこう仕掛けっていうのをね ぜひ今後とととも作っていいいたただけたらと思まますす、うんはい、ありがとうござおっしゃる通りでもやっぱり食のね先ほどアルケチャンの,の、ね、奥田さんの話も出ましたけれども今本当にその地域でそのローカルでいいレストランができてでそれがあの、まあ、本当に地域を変えていくっていうようなあのことにもなってますのでそこの食の力っていうものは非常にあの僕らとしてもすごい注目してますし。 はい、あの富山も今レボっていうあの戸賀村っていう人口500人しかいない村に、まあ、ミッションで星を取ってる谷口さんっていうシェフが去年の,の年末ですかね、えー、オーベルジュ、まあ、そのあのお料理を食べて泊まれるあのところを作ったんですけどそれがまあ非常に話題で,で、まあ、そういう本当にもう人口減少のもう本当に象徴的な人口500人の村に。 あのレストランを作ることによってでそれを目をめがけて今日本中のそういう美食家たちが足を運んで,で、まあ、あのコロナがけたら多分世界中からも行くと思うんですけどもなんかそういうことができると本当地域って本当変わっていくと思うんですよね。でアルケッチャの奥田さんもやっぱりロ岡っていうところでお店をやられてでそこから、まあ、ユネスコの食、まあのあれを認定されたりとかそういうことにつながってますので、まあ、世界でいうとあの、ね、スペインの有名なあのサン・セバスチャンも。 やっぱりエルブリっていうそのレストランがあったからそう美食のみたいなのになりましたけれどなんかまあ本当にそういった力があると思っててでさっきの歩行の話ですけど歩行も今あのあれですねコペンハーゲンとかあっちにえあれですねえっとあそこレストランの,あの元エルブリにいたあ超ち,ちょうど忘れしましたあれちょうど忘れましたあれコペンハーゲンの世界レストラン ランキング一応もう三年連続ぐらいやってるあのノマノマそう失礼しましたそうそのノマスノマですねであれがノマができたことによってコペンハーゲンが美食の都になったんですよね僕ら取材行ってる時はあのまあねこういうであるんですけど北欧のねガイドブックで北欧には美味しいものがないみんな書いてあるので <laughs> そのいたった一県ができたりでまあ地域どころか国が変わっちゃうみたいな。 うん、いう可能性まあ本当に日本は、まあ、世界的に見てもやっぱシェフといいますかその料理っていうもので、うん、まあ建築はね今世界でももちろんあの戦ってる、まあ、あ,のあれになりますけれどもほんな食もやっぱり世界で、まあ、本当に戦えるようなコンテンツだと思いますね。本当に名もなき ね、自分もあのいろんな日本中、ね、出張で行ってはもうあの社員にもねあのあの一泊してあの日帰り禁止みたいなことをね<ー>言ってる会社なんですけどいいです、ね、やっぱり地域の人とやっぱ一緒にあのご飯食べてお,でまあお酒ので飲,んで飲まなくてもいいんですけどやっぱりあの一緒に時間を過ごして、ね、あの行きつけのお店とか連れてもらって。 そうするとなんか全然なんかあの有名じゃないお店がもうめちゃめちゃ美味しいみたいなね。で,で,はい、でしかもそこっていうのは昔からあってあの結局食が美味しいとこってやっぱりあの食器とかね。うん、そのなんていうんですかね質来とかね。う,う,うんやっぱそういうのも美しくてこれなんなんなんだろうなみたいなね。ねやっぱそういうのっていうのは日本っていうのはやっぱりうんだからずっと昔から、はい。 やってきてきる、うん、あの民族で<う>、うん、やっぱりその自然と、ねうん、四季とともにこうなんか移ろっていく食材も移ろっていけば、うん、その食を盛る食器もあの、うん、同時に移ろっていくし、うん、着るものもあの、ね、あ暑くなったり寒くなったり移ろっていくしみたいな移ろいのこう<う>なんか文化っていうかね、うんうん、なんかそういうのはあのおそらく世界中 のね、やっぱりあの国と比較してもあのすごく特別な、うん、あのそもそもがだから特別な国なんじゃないかなと、うん、だからそこをやっぱり、まあ、先ほどねあの、えー、発掘磨き上げ、はい、情報発信っていうのがね、はいはい、ありましたけどやっぱそこのまずはあの、うん、そこの何ていうんう唯一無二のオンリーワンの。 え価値っていうのをねそこにやっぱりこう着目するっていうんかそれが今すごく大事なんじゃないのかなとそれは全部つながるんですよねおっしゃる通り、そりやっぱりおいしい、まあ、食べ物が料理がありますとでそれを盛る器はその独特のものもやっぱりありますしでそ,の、えー、それはやっぱものづくりにもつながるじゃないですか。 でそれはまたお酒にもやっぱり山の食材には山,の、えー、山にあるその酒蔵の、ね、お酒の方がやっぱり合うわけでなんかそういうことがやっぱり全部つながってるのでつながってることをさっきの情報発信のところでストーリーを作るっていうふうに言いましたけどそれをし,しっかりちゃんとこうつなげていくことをはな物語にすることによってでそうなるとあのみんなが、えー、ただおいしいだけじゃなくてこのおいしいものに関してやっぱりそのものづくりにも 関心がいったりとかでもこういう、まあ、理由であのこういう例えば漆器が生まれたのねみたいな話になったりとかいうことがねあの伝えるっていうことだと思うんですよね。はい、はい、そうです 時間がどんどんあれですけど迫ってますけどもあの今日会場に高橋さん含めてこ若造2人がです、ね、ペラペラこうやって喋ってるわけなんですけどす、ね、<laughs> あの大先輩たちがです、ね、あの実はたくさんいらっしゃってるんですけども、えー、ちょっと先輩代表でちょっと後藤さん場所文化フォーラム代表あの後藤健一さんちょっとなんか一言いただけますでしょうか 御体,体ですね。あのね後藤と申しますがこれね皆さんがねこういうねすごいキーパーソンの方々がねこれからわざわざやるというのが今もね,ねおっしゃってたねそういうことがねこのお二人のねそれぞれのねことのこだわりっていうのはね私も地方創生をずっとやってるもんですからすごい意味があるのもねそういうねこの仕掛け側のこともそうですけどもね今日で、ね、わざわざここに来たりねここに参加されてる方がっていうことでね私は北海道のね 十勝っていうところのね、出身の後藤でございましてね、今日もね、ま一言させていただいて、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、後藤先輩、あの。場所文化フォーラムっていうね、場所に文化があるのだっていうね。えー まあ、そういうことで、あの、ずっと日本中のね、やっぱ地域を喧嘩、元気にするっていうことで、もう本当にずっと。もう何十年も走り回ってる先輩で、はい、あの、大変尊敬する、あの、先輩がですね。今日、あの、会場にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。はい、では、次ですね、白田、あの、岡野さん、はい。今日はありがとうございました。あの、今日は。 ティーツーリズムをご紹介いただきました、はい、嬉野のですね、えー、嬉野というのは温泉もありますし歴史のある温泉もあるし歴史のあるお茶の文化もあるし、えー、それが焼き物もあるということで三点セットであの今推しているというところなんですが、えー、ご承知の通り日本にはお茶、うん、産地たくさんございますその通りです静岡にも買われちというのありますし、はい、そうですはい 富士はもちろん、お抹茶の産地としても有名ですし。あの九州にもやめちゃったですが、ねはい、いろいろありますんで。嬉のだけじゃないんですよね。そうですね。はい。そういう意味では、T ィツーリズムっていうのは、これは。あの今後、広がっていくんじゃないかというのは気がするんですが、いかがでしょうか。はい、とてもいい質問、ありがとうございます。はい。その通りなんですよ。 あの嬉野だけじゃなくて日本にはいろんなお茶の産地ありますから嬉野がこれをモデルケースを作ることによっていろんな地域で T ツーリズムができると思ってましてだからこれは一つの,そのお茶っていうものを軸にその観光になってその地域の,あの良さっていうものを味わうっていうことを一つの型を作ろうというふうにやったのでこれがもっと広がっていくことを僕ら想定してます。で実は一つはつもうできててまして静岡 静岡も、えー、同じくその嬉野がやっていることをあの静岡の茶農家の方々があの勉強に来てですねであのこういうことをやりたいって話になった時に嬉野は何をしたかというともう隠,隠すどころかどうぞどうぞパクってくださいっつってであの静岡は、えー、あの静岡の茶事変茶,茶にことが、えー、変って書いて茶事変茶事変っていうイベント名前で。 えやっててロゴももう本当そっくりで、で同じくふあの静岡の方は、えー、富士山が見える、えー、茶畑にああいう台を作ってですね、やっぱり茶農家の方はお茶を出してみたいなことをあのやり始めています。はい。だからあのおっしゃる通りでそのいろんなその日本でお茶の産地がありますので、それぞれにはいあのそれぞれのお茶を使った。 えー、ツーリズムをやりましょうということを、まあ、あのこれもまだあの水面下ですけどある、えー、ところのここは番茶の,、えー、の産地番茶の産地はだからその番茶の人たちでそのツーリズムをやりたいからということで一回また視察に来てもらって僕らを呼び込んで見てもらってということをちょっとやろうみたいなことを、はい、あ思ってますので、はい、すみませんああの未来のことも言っていただいてありがとうございますありがとうございます。 はい、ということであ気がつけばです、ね、残り時間があと3分ということで、えー、ちょっとあの最後です、ね、高橋さんからじゃ一言締めの未来に向けてメッセージも含めて、ねはい、お願いいいしたいと思います、はいはい、あのまずは、ね、こういう場に呼、ね、んでいただきましたあのでありがとうございます。はい であとはまあ本当に、えー、今日会場に来られている方もそうですしあとはそのオンラインで聞いていただいている方も、まあ、本当に関心を持っていただいてあ,のありがとうございますというところなんですけども、えー、佐藤さんがねあの当初言われてたこのワイスフォーラム、その仲間を見つけるためにってすごくいいコンセプトだなと思ってまして僕らもそうなんです同じような思いでやっぱりその同じような思いを人たちとやっぱつながってでそれでつながった人たちと一緒にこうプロジェクトをこうやって えー、行くっていうことをずっとやっておりますのであの、まあ、本当に今日あの聞いていただいてる方とかお越しいただいてる方と、まあ、是非あの今日っていう日をあの元にご縁にですねなんかいろいろと多分皆さんもね 興味関心あったりとか当事者としてやられていることあると思いますので今日ということをあのぜひご縁に、ね、つながってで一緒になんかいろいろできたらなと思いますのであの逆にすみません今日はこ,こんな場所であのお話を、ね、させてもらいましたけれどもぜひ皆さんと何か一緒にできたら嬉しいなというふうに思いますので、はい、あ,のありがとうございました、はいえー、じゃあ皆さん、ちょっとあの今日高橋さんにえあの拍手をいただきたいと思います。 もうね、すっかり締めていただいたんで、私からね、あのお言おうと思ってたことをね、言っていただいたんですけど、<laughs> やっぱみんなでねあの、つながって、そして、あのやっぱりこ,これからのやっぱり日本を、地域をね、まあ、ひょっとしたら世界もかもしれないですけど、まあ、よくしていくんだということだと思うんですね。で今本当にあのコロナもあるし戦争もああるるしし戦争 なんかいろんなねあの自然災害もあったりとかあの原発のこともあったりとかねあのいろいろあって難しい時代なんですけどもやっぱなんか自分なんかの子供がですね今中学生の娘と息子が2人いるんですけどやっぱこの子たちにあのこのまんまあのこの状態で日本を、ね、あの渡せないぞとすごく思うんですよね。それで あのまあ、私はね、こんなつたないちっちゃい会社やってますけども、やっぱ同じような志の人ってたくさんいると思うんですね、このまんまじゃまずいだと、もっといい状態で、やっぱ次世代に、やっぱこの、ね、日本を渡してがないとあの、死んでいけないのだみたいなね、あのまあ、そんな思いで自分、あのやってるわけなんですけども、えー、今日ですね、あの本当、コロナを押して、ですねこの会場にお越しいただいた皆さんはですね、もう仲間。 であるということでね、あの、さらに、あの、まあ、渾身というかですね、あの、つながりを深めていきたいんですけども、えー、今日ですね、まあ、事情があって、あの、オンラインでですね、あの、画面の向こうにいらっしゃる皆さんもですね、あの、これでつながったということで、えー、あの、ぜひですね、あの、みんなで、えー、手をお、で、携えて、えー、よりより良い、あの、社会をね、あの、作っていければというふうに思います。 はい、えー、今日は2時間にわたりまして、本当にあのこのワイズフォーラムご参加いただきまして、本当にありがとうございます。えー、次回がですね、11月の10日、ねあの、ここの場所でですね、あの開催させていただきますあの、石田秀樹さんと、それから FSC のですね河野さん、で FSC ジュニアアンバサダーの中高生ですね、それから、えー、林野町元林野町の長野麻子さ,さん。 ですねえー、とうとうです、ね、お迎えして、ここで、まあ、豊かな未来をです、ねまあ、どうやって作っていくのかというのをテーマに、えー、展開したいというふうにあの思っておりますので、えー、皆さんです、ね、オンラインの皆さんもあの今あの、予約できますんでね、あのぜひお願いしたいなと、えー、会場にお越しの皆さん、またあの11月にお会いできればと思います。はいえー、ではあの、長時間にわたりまして、ありがとうございました。 はいこれにてですね今日のワイズフォーラムを開きとさせていただきますありがとうございました高橋さんありがとうございましたありがとうございました